アドミちゃんです。今回ですけども、なんと福岡にやってきております。今回はですね、入江さんの紹介で、はい、とんでもないお金持ちの豪邸にお邪魔させてもらうと。大富豪です。実はこれね、元をたどるとルチルってあったじゃないですか。僕があのパワーストーンを買ってから、すごい運のいいことがめちゃくちゃ起こったみたいな話があったと思うんですけど、そのパワーストーン、これを日本で一番って言っていいんですか。そうっす。日本で一番売ってるストーンマーケットの社長、中村社長っていう方がいるんですけど、その方のテレビとかで取り上げられて大豪邸にお邪魔させてもらえると。で、俺これね、本当に遥か昔、まだ俺が光じゃなかった頃、普通に多分10代の頃、テレビで俺見たことあるんですよ。パワーストーンの社長の豪邸みたいな、うん、プールがあって やってましたね。見たよな。見ました。なんか関西の番組です。そう、それ覚えとって。あの頃はいるだけやった世界が、今まさか YouTuber になって、俺がだってもう10年越しとかですよ、それに会えることになったっていうね。すごいこと起きたなと思って。で、実際ね、あの前回ルチルを販売させてもらって、それもストーンマーケットの協力あって、中村師匠に用意してもらってやらせてもらったということで、はい、それのお礼も兼ねてちょっと挨拶に、まあ、本当にお礼だけです。結構ね、長い中なんで、はい、あれなんですけど、ヒカルさんが盗賊のような目をしてるんですけど、大丈夫ですか。大丈夫です。僕はあの盗賊じゃない、貴族です。あ、なるほどね。なるほどなるほど。誰かのためにやるんで。歓喜の目をしてますけど、大丈夫ですか。僕は自分のために盗み働くんじゃないです。誰かのために盗み働くんです。いやでもこれね、本当にね、楽しみしてて、2ヶ月ぐらい前かな、予定決まってて、ワクワクしてたんですよ、本当に楽しみで。しかも泊まりますからね、今日。そうなんですよね、まあ、いろんなね、新しい未知の世界が見れるんじゃないかということで、豪邸訪問やっていきますか。じゃあ、車でね、まあ多分2、30分ぐらいだと思うんで、ね、迎えたいと思います。はい、到着しました。こちら中村さんの家なんですけど、これちょっとね、こっち見てください。これ敷地でかない。いや、これやばいっす、本当に。要塞みたいな。要塞っす、本当に。で、あそこストーンマーケットと書かれてる。ほんまや。これが、まあ、多分テレビで見た家ですよね。もう俺覚えてないんですけど、プールがあって、なんかもうバカでかかったことだけ覚えてるんですよ。どんな世界が広がってるのか。確かに。ちょっと行ってみます。せっかくなんで、ちょっとなんか口がね、あまりにも広い。うわ、すごい、すげえ広っ。ハレクラニのなんかさ、門みたいな感じじゃない。別邸みたい。別邸。車が、いや、見てか見て、かっこいい。なんか石、これ N で、中村の N じゃないですか。ほんま。あー、確かに。すげえな、地面にまでおしゃれする。お、マセラティ、マセラティで、左にはフェラーリ。やば。じゃあこれ何が入っとんねんってなるけどな。確かに。この車庫も高級車。ちなみにですけど、この上まで多分家なんですよ。上までですか。上までです。あの、ここ全部っすよ。旅館なんだろう。で、これね、ツッコミどころ多すぎて、絶対あの色の車買う人ってもう7台目ぐらい。だってこんなん見たことないもん。この色はもうセカンドカーじゃ絶対買わへんやん。これ1台目で2台目じゃないもん。コミュニオスだね、これ多分。その分、これ下手したらほんと12台目とかそういうぐらいのあれですけどね。やばない。これちょっと別空間すぎて、ここだけでも石がもう置いてあるっすよ。もう本当になんかこう、え、おー、まあ、これでも高いやつやな。これ確かにあったもんな、こういうやつ。あったやつ、これあったな、うん。あ、もうそこの奥も石やん。あの辺も石やし、ダサいね、ここ、うん、全部石やん、これ、ね、よくよく見たらすごいな、てかこの上も家なの。どうやったの、確かに。え、どういうこれ、あ、あとはサスケのなんか練習トレーニングしようみたいな。ステージ、これやばすぎやん。あ、社長いましたよ。はじめまして、お願いします。中村です。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。お待ちしてました。すごいですね。あ、いえいえ、すごすぎ、石だらけです。いや、これ家の規模でかすぎて。ちょっとあの家ちょっと紹介してもらう。あそこ北さんの見たプールで。あ、確かに、あ、確かに、あれしてた、あれしてた、あれしてた。これ、だって扉高すぎません。確かに、サイズがもう、いや、サイズがおかしいよな。とりあえず周りも全部石だらけです。確かに。でかっ。これマジでやばいです。これいかつぎやろ。これもうブラジルで取れてそのまんま持ってきてますから、ね。ちょっと横見てもらったらいろんな鉱物ついてる。すげえ。何これ。これもね、水晶です。これ天然なんですか。天然です。もうこのまんま天然です。すごいな。どうやって運んだんですか、これ。でも持ってくるのが大変なんですよ。これやばいっすね。買おうときはどれぐらいするんですか。これが買ってる時点でもう何千万してます。
めちゃめちゃ高いですよ。見たことないもんな、こんなでしょ。パワー感じるもんな、めちゃくちゃ。スモーキーっていうところで、もう本当ね、石の中でもすごいいいんですよ。しかもカテドラルっていうところで、自然のこれガタガタガタなんですよ、これ。中もなんかすごいもんな、これよく見たら。いや、中見たらパワー感じるもんな、ここなんかやばなんですよ。やばい。なんでこんなんできるやん。綺麗です。かっこいいな、これ。なんでこれも磨いてない状態なんで、自然の本当ままの状態なんで。このままの状態で外にあるってすごいな。これ、そこにもあります。なんか、あれも水晶。確かにこれもなんかおかしいもんな。でかいな、これも。これはちょっと水晶をモニュメント的にしてあるんですけれども。ゲイやろ。パワーを感じるな、パワー感じるか、でも、福岡のパワースポットって言われてます。すごい。あそこも石だってな。うわ、すごい。石いっぱいになります。あと、実はね、あそこの中にも石がいっぱいあるんです。ここの中ですか？この中。本来は、ここもここも駐車場なんですけれども、今、ご主人もう完璧に石ギャラリーです。石ギャラリー？石ギャラリー？規模感がわからなすぎてね。石ギャラリー。うわぁ！やばいこれ。何これ？想像以上。石ギャラリーです。石ギャラリー、すごい。本当に。じゃあ今回はヒカルさんにプレゼントしようと思うんで、もうこんなから選んでもらおうか。うわぁ、選んでいいんですか？プレゼントはしますけど、運ぶのはお願いします。この景色やばいっすね、これ。これが家ですからね。やばい、信じられへん。信じれへん。見えてる部分は全部自分の家ってこと？そうですね、ここ見えてるとか全部うちの室内ですね。いや、晴れくらいにいいじゃないですか。例えばキャンプハウスなんですけど、はい、それからプールコーナーとか、このなんか石のとかすごい。これももう500年代前の、これも、ここはね、結構もともと土地が福岡の炭鉱の、で、料亭があって、ここにもともと庭があったんですよ。あ、そうなんですか。なんで、その時のもともとの料亭の庭のこの石も残しながら、うちのこういう水晶とか。かっこいいもんな。アメジストとかも、日本とあれがいろいろ混ざってる感じ。石だらけって、本当に。石だらけ。これだけ出てますけど、この半分ぐらいまた下に埋まってますから。埋まってる、でなんかこれ倒れるから。ああ、なるほど。多分ここにあるやつ全部バカでかいですよ。やばい。で、こっちも見て、これ階段、こっちが上まで。これがね、ゲストハウス行きます。ゲストハウス、どれが家なんですか？いや、こっちです。あ、これが本体なんですね。こっち家です。こっちが家です。こっちが家で、ゲストハウスがこっちで、こっちがあるんですか？こっちプール棟です。プール棟。プール棟。プール専用の。全部3つあるんですか？全部で、そうですね、棟としては 1,2,3 ですね。で、ゲストルームがベッドルームとリビングと2つ分かれてます。で、最初ゲストから行きます。まあ、多分家が一番最後の方ですね。そうですね。昔、俺、社長の僕1回だけ来たことある。はい、時だいぶ昔でしょ。だいぶ昔なんですけど、その時あそこでなんか、うん、サメかなんか泳がそうってましたよ。そうそうそう、これね、プールなんですけど、ユーチューバーや。水槽みたいになってるじゃないですか。だからね、地下は一応ね、ろ過槽を作ってるんですよ。ろ過槽。だからここいつでもサメでもシロクマでも何でも入れるような。シロクマ狙ってますよ。シロクマ狙ってます。シロクマ狙ってます。ここね、まあ、プール使わなくなったらちょっとしようかなと。なるほど。一番ミスタービースト近いかもしれない。いやいや、マジやべえな。時代が変われば確実にナンバーユーチューバーになる。規模がね。規模がやばいな。ちょっと早かったね。やっぱ。この辺とか全部なんかかっこいいの。いや、もうこれ自然のこれもう500年前からついた苔だ。これ雨が降ると生き返ってくるんですよ。このままモンスターハンターの世界になんかありそうな。確かに。いいじゃない。その中にこういうアメジストとか。あるんですね、この。ちゃんとあります。これはね、四国の珍しいな、グリーンの石で。全部持ってきてるんですか？全部持ってきてます。竹もやばいですね、確かに。一応、うちの周りを全部竹で囲ってる感じなんで。家の可能性を見たな。家ってこんなことできないなって。確かに。え、これちなみにどれぐらいかかったんですか、全部。作るのがね、多分ね、2、3年かかってますね。3年ぐらい。これ上からだんだん作っていったんですけども。いくらぐらいかかったんですか、走行機で。やっぱり10億近くはかかってますね。当時でですね、これもう何気に15年経ちますからね。そうなん、15年前なんで。僕テレビ見てるんで、13年ぐらい。ありがとうございます。はい、当時の10億って、もう全然今までと価値違いますもん。全然違うでしょ。で、ここがベッドルームです。すげえ。ガラス張りや。ガラス張りのベッドルーム。ガラス張りです。まあ、これ全部カーテンで閉まりますんで。めっちゃいい。しかもなんかベッドみたいな格好で。マットレスがなんか。緑を見て楽しんで、なるほど、すごいな。もう旅館でしょ、これ。もうビラとか旅館とかそういう次元でしょ、これ。もう今日もここ泊まってください。ありがとうございます。ここでお泊まりさせてもらえるんで。泊まってください。もうここ緑を見ながら。すげえ、最高っすね、この景色を。見てこれ、もう本当風船緑囲まれてます。ここだけなんか別空間になってますよね。空気もなんかいい気がする。間違いなくマイナス4出まくってます。結構ね、地下水もめっちゃ出るんで、結構こう使ってる水も全部地下水なんで。逆に出しすぎて体で悪そうやもんな。ここまで来るとね、マイナスが出すぎて、出すぎてね、もう疲れるみたいな感じ。パワーがきすぎて。こっち側がリビングになります。ゲストルームにリビングいらんもんな。ほんまな。うわ、あ、めっちゃいい。
おしゃれだけど、おしゃれ、確かにインテリアの露天風呂が、露天風呂、露天風呂、えゲスト風呂が多いで、ここも全部開くんで、もう思いっきりここ開放感、開放感まで、おー、すごい、ハンモック、レギュラーとか、確かにこれか、それです、これそれです、すげえ、前の滝を見ながら、すげえな、こんな感じ、うわなるほど、今日はここに使いながら、すぎるだこれ、ここに来るとね、結構マンションいっぱい見えるんですけどね、もう中に入ってる時はもう誰かも見られない空間なんで、やば、服を着た時ここ泊まればいいやん、ではもうホテルやめましょう、ホテル、ホテルいらん、服を着たらいらん、別ここでいいやん、ここ最強やん、ここでもう、すげえ、広がとトイレと、え、広いな、多分みんな多分勘違いすると思うんですけど、家ですからね、ここちょっと勘違いしないよ、ちゃんと言っとかないと、じゃちょっと次プール行きたいですね、プールと、プールと僕がテレビ見たやつ、ここなんですけど、かっこよすぎるもんなんか朝起きてここで飯食ったりとかするわけやろ、確かにこれやばいかマジで、ここがプールそうです、うわ来た、床の壁も石だから、確かにな、すごい、あーやばい、うわーすげえ、この長さ、いやこれあーここもめちゃくちゃだからシャンパン飲みながら、シャンパン飲めで、すげえなこれ、今日あの夜マキさんのここで泳いでるの見ましたそして次がもうラストお家ですね、これが一番かっこいい、このクリスタルかっこいいんだ、これかっこよくない、この周りのもあれもあれも全部そうなんですよ、全部木のこれ化石なんですよ、石になって石になってるんですよ、だからね年輪も木の肌でしょ全部が、これ欲しいっすね、欲しい、これ落ちたか最初ちょうどあの僕たちホテル買いまして、ああ、はい、ホテルのなんとフロントのところに石を置きたいなと思ってて、うん、そこで言ったらお客さん来た時にフォトスポットになるかなと思って、あ、いいですね、パワーもお客さんのパワーも入った、そうです、石のそういうのみんな触りに来るんじゃないですか、ですよね、だからこういう、まあ、サイズ的にはこれぐらいのサイズですよね、多分、まあ、そうですね、ちょっと見回ってみて、うん、ベスト、ね、俺なんかちょっと もう一個思ったことあって、ヒカルさんが叶えたかった、はい、ポーネグリフも叶えてくれそうじゃないですか、石板、石板も、何ワンピースって呼んでます、いや呼んでないです、ワンピースの中にあのポーネグリフっていう歴史の石板みたいなのがあるんですよ、ヒカルさんの言葉を入れた石板をヒカルさんが立てていくものにずっと置いていけば、作ります作ります、お願いします、あ作ります石板作ります任せ、石といえば石のことは全部任せてください何でもします、あめっちゃいい、僕あの自分の建てたものにロードポーネグリフみたいなやつ建てていって、うんうん、言葉を残していこう、そしたらそれもフォトスポットにもなるし、うん、ちょうどいいんじゃないかっていう、いやいいかも、作ります、はい、あとなんか初めて広角カメラ来たんじゃんほんまにな、うん、iPhone で広角カメラ搭載しとる意味なかったけど初めて来たんじゃんこれほんまに、何これ、何これ、かっこいい、すごい、スケルトンのホテルで欲しいとか言わないでください、これかっこいい、これかっこいい、これかっこいいですよ、これ廊下置けそう扉もちょっとやばいもん、確かにこの扉もう他のうお石だらけです、もうかっこいい、あーほんまかっこいい、これ見てなんかわけやからな、え何これ、サモントラケのニケゾルーブル美術館、そうニケゾ、まあこれもらったんですけど、えもうニケゾそのまま承認してる、まあ、ニケゾは本当もっとでかいんですけど、はい、ルーブル美術館に書いてるってやばそうやもんじゃあお願いします、あどうぞ、もうなんかこのフェラーレスはほぼ売れへんかったけど、普通多分ここで10分話せるから、ここの家がすごすぎてフェラーリに目がいかへんかったっていう普通ってそうじゃないやん、結構奇跡じゃん、まあこれも全部してる、これも大理石、これすごい、これすごいですね、これって材質って何なんですか、これ大理石です、大理石、大理石、大理石、一枚物の大理石、全部なんかこれかっこいい、遊戯王の石板みたいな、確かにめっちゃ当たっとったしかもこれ量産、これやばい、いやこれはめちゃやばい、めっちゃ綺麗、これはちょっとね、これやばいすぎる、めっちゃないやつです、これはね、これやばい、これ出せないんですけど、ちょっとあんまりめったないとか言うと、うん、ちょっと行かれる可能性あります、違うだ、このてっぺんからここまで納豆を見えてまずこの大きさじゃないですよ、この下からですよ、かっこよさ違うもん、これかっこいい、これやばいっすよ、やばい、もう中もこの見てください、レインボーがちょっとずついっぱい入ってるんですよ、確かにレインボーや、レインボー光ってるでしょ、はい、これもうほんとこの透明感、この大きさではないですね、絶対、もうこれだから買おうと思っても見つかんないってこと、見つかんない見つかんない、絶対もうほんと運がもうないと、なるほど、めくり合わせみたいな、そうそう、だからその時買わないともう絶対無理、こういうのすげえな、あるんです、めぐり合わせ言ってましたからね、めぐり合わせでなんかどれでも持っていってくれるめっちゃ巡り合いそうやな
やばいでしょ。この形がかっこいいんかよ、その中のやつかっこいいじゃん。かっこいいよ、はい、これって照明当てて、あ、ね、下から、下からです。下からってる、下から、下から、かっこいい、下からのライトアップです。ちなみにうちの家も壁紙ないです、全部石です、全部石、オール石です。すごい、かっこいいな。あれとあらゆるいろんな種類の石です。こういうのももう全部違う石です。石だけの家ってめっちゃいい。石だですね、うん、これも切ってますけど一枚もの大事です。一枚もの目が揃ったまんま、やばいな、そう考えたら持ってきてる。石しかないんや。石しか、もう壁石だらけです。すげえ、本当こだわりがね、はい、石堪能してください。あれもめっちゃかっこいい、この家、これ、ね、ブリオブシディアンっていう、これも石なんですよ。目の前にあるのが多分これ日本では多分一番最強でかいターコイズ。あ、この青色、そうです、これターコイズの原石で、あれがレーザークリスタル、この中なんです。やば、これ全部レーザーなんですよ、水晶。確かにこれも自然のままです。やっぱなんかこの花を置いてある家やってことだけど、このかっこいい石に花を置くっていうのがちょっとおしゃれの上級だもんね。しかも水も流れてる。確かにね、もう本当水と石と、これ見て、これ本当上、登りるよこれ。これやばない、これ何意味分からへんもんな。糸みたいなのも貼ってあるし。そうですね、もう糸で全部座ろう、全部座ろう。マジ、メーターってあの糸で人殺せますから。トリック使われますよ。これが事件が、事件起きたら完全に。こっちからリビングになります。でかすリビングこれはやばないこれ。なんでこんなでかくちゃったの。とりあえず高さ4メートルありますから。やばすぎでしょ。扉やばいよ、マジで。でかい、かっこいいすぎやろ、この扉。うわ、俺人生で見た扉で一番すごい扉。これもうグランドとかジェネラルとかみたいな名前が。そうな扉や、ほんまに。すごっ。中です。マイケル、マイケルジャクソン。お、早いっすね。ほんまや、ほんまや。これ、左見て。うわー、やばすぎやろ、これ。石だらけです。しかもあのピアノめっちゃなんか、前って見たことあるだろ、なんか。ヨシキピアノです。ですよね。これ。ヨシキさんやったじゃん。すごっ。で、実際トシが来て、トシが弾いて歌ってみます、ここで。どうなったんだよ。トシって高トシのトシじゃないっすよ。さすがに。これだってさ、この、マイケルのあれじゃん。そうです、それ。マイケルなんて、しかもこの YouTube でよく出るミュージックビデオで着てるやつ。しかもマイケルのサインです。やば。しかもマイケルの汗匂い付きです。これどうやって入手するんだ、こんな。これオークションで。オークションで。これちなみにいくらぐらいですか、オークションで。いや、高いですね。もう多分今だったらもうめちゃくちゃするでしょうね。マイケルジャクソンが亡くなられたすぐの時にスタイリストの方がちょうどオークション出したんです。はい、でその時にちょうどレディー・ガガが全部買い占めたんですよ。マイケル。で俺がなんとか本来はスリラーが欲しかったんだけど、なんとかこのビートイッターピュア取れたって感じ。それ以外は全部レディー・ガガが行ったって。全部買った。で、この家にマイケル・ジャクソン博物館を自分で作る。そうなんです。大ファンなんや。大ファンなんですよ。だってこれ左の方が俺絶対見たことあるもん、この方。あ、ロトマン。ロトマンもここに遊びに来ました。デニス・ロトマン。デニス・ロトマンです。ロトマンです。もうやばいな、これ多分。意外に全部書いてるやばいな、多分。そうですね、キスとかバベルトだって猪木って書いてる。あ、それは猪木の猪木のチャンピオンベルトです。なんであるんですか、チャンピオン。猪木が頼まれてチャンピオンベルト作ったんですよ。でもうとにかく2億円のベルトを作りたい。2億円、これ2億円するんですか。まあ、あの真ん中に5カラットのダイヤが入ってる。確かにでかいよね、あの真ん中。やば、この真ん中が。そうです、下ろしましょうか。いや、もう当時2億だったら今やばいんじゃないですか。今やばいですよ、しかもこれ最後女子バーネットが持って帰ってもう返してくれないっていうので、猪木が直接また取り返しに行ったんですよ。何これ、ストーンマークで書かれてる、はい、後ろに。うちが作ったんです。IGF 猪木で、これです。これです。これやばっ。すごい。何ここ。これ2億円のベルトです。マジで多分この家の中で一番高いもん当てるゲーム多分誰も当たらない。これ多分無理やと思う。これ分かる。でもこれ以上がもしあったとしても絶対分からんと思う、これは。え、でもありそう。いや、ありそうじゃない、なんかさりげなくない。いや、もっとなんか多分凍結なんか入れた方がいいっすよ。俺もなんか時計とかそれに置いとくけど、ヤバすぎでしょ、やってること、うん、そうっすね。チェコでオープンで出すのがね、好きなんで。すごすぎでしょ。みんなも見てもらいたいし、かっこよすぎでしょ、これ。逆にベルト、逆にショーケースに入ってる方が安物があったの。いや、その方逆ですよ、ね。絶対ね、あとこのマイケルの絵かっこよすぎます、ね、そうです。確かに、これ絵じゃなくてそれ木なんですよ。これもらったんですけどね、マイケルの本当木か、木で作ってる。もうこれはもういかつアートです。超人気の方なんですけどね。まあ、このジャケットもあるんで絶対合うだろうということで。パッキャオのグローブもある。あ、パッキャオのグローブもあります。あの パッキャオのゴールデングローブです。これ初めて制覇した時のゴールデングローブ。もうパッキャオから直接これもらったんで、でもこのサインも全部、あのガラスにもサインしてもらって。確かにしてますね、ありますね。
これやばワインはこっちが。うわやばい。ちょっとワイン博士の僕が。あ、ワイン博士。え、やばいっすよ。何これ、安いやつがいっぱい並べてるってわけじゃないんすか。じゃないですね。いやいや、全部高いです。これ100万です。これ500万マジ。 500? 飲むことあるんすか。いや、飲みますよ、飲みます、減ったら足していくってことですね。そうです、そうです、減ったら足していく。ちょっと同じスタイルです。だから桁が2つぐらい違う。少なくなったら足していくだけっていう。テレビはなんかモニター3つぐらいあるんだ。そうです、確かに。どういうことですか。テレビも見ながらカラオケもできるんで、で下のテレビを見ながら上でカラオケしたり。そんな状況あります。そんなの、上でカラオケしてる、下テレビ見ようかみたいな。どんな状況を想定してるんですか。やばいでしょ、うん、なあ、想定してる状況がやばすぎでしょ。でやっぱりもうこう吹き抜けなんでね、めっちゃ気持ちいい。ここも確かに。これかっこいいな、このシャンデリア。このシャンデリア、これも本当ベネチアのアンティークシャンデリアといって、今はないんですよ。西のなんかさ、出てるでしょ。広げと何なの、うん、壁とかにさ。でしょ、これがこのシャンデリア反射してるんですよ。反射してるの、西のさ、だってベト、虹の。これもう、これも巻いたの、巻いたの、かっこいいな、すげえ。これも絶対、ベネチアのアンティークシャンデリアしか出ないんですよ。でないとこれこうならないです。かっこよこれ。これって相当高いですね。これも数千万しますもん。なんでもう全部虹が光ってる。すげえ、下とかに全部虹が。クロムハーツ。クロムハーツや。クロムハーツ。もうクロムハーツが主人公じゃなくなってる。あれ乗り物なんかやばそうやもん。あれ何やねん。あれ楽しい。これ。ただ単に DJ する時に乗るだけです。ここで DJ できると。あ、DJ。ああ、なるほど。なるほどね。こちらが DJ フロアで、向こうがカラオケフロアみたいな。ああ、なるほど。はい、けえなこれ。ルチューやこれ、ルチュー、ルチュー、ルチューのやばいだった。え、ほんま、何このプレッシャー、何このルチューのプレッシャー、でかすぎるやないか。やばい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 。これはちなみに白鵬さんがどうしてもルチューの最強のが欲しいというから、はい、でそれで探してきて3つぐらい買ってきて同じやつをでの一つです。え、じゃあ白鵬さん持ってるんですか。白鵬さん、あのお相撲さんの、ま、全く同じもの持ってます。これの輝きやばない。ルチューの中でもこれが多分一番最強。何これ、多分これ以上はもうないてか、このサイズもおかしない。これ確かにでかすぎる。これもやばいですよ。これやばいでしょ、これ。ってあとこういう原石もね、こういうのもあります。大したことないような感じで全部バーンって飾られてるけど、一個もやばいやん。いっぱいある。おかしいもん、ね、この辺だって。もその中でも結構高いのがそこにあるタンザナイトの結晶。タンザナイトっていうのはもう青色の、青色宝石なんですけど、もうその結晶はものすごい高いです。これがどれぐらいですか、この小ささで。3-4千万ぐらい。しますね。マジですか。ちっちゃいけど。でもちなみにこのルチュール級も高いですよ。これも。これもやばいですね。これだってもう同じくらいします。3000万とかそんぐらい。マジで。3000万こんなごっちゃごちゃ飾ってやばいです。なんかこれ一個で飾った方がいいんじゃないですか。やばい。まあこの赤色もまたインカローズの結晶って言うと、これもまた何千万とします。これもやばいな。インカローズの。わかんないですか、本当にもう。この大きさでそれやばいですね。あ、この奥のルチュールめっちゃかっこいい。いや、あれも綺麗です。あれやばない。確かに綺麗これ。中になんか。いやいや、マジやばい。中あれはね、針が綺麗です。針やば。これどれもらうか迷う。やばい。これ本当にこれが一番悩みますね。どれをもらえばいいですか。1,2,3,4 五個ぐらい。なんかいいの一つあげますよ。中。社長もなんかどれか一個なんかでも気づかないですよ。このワンちゃんほんまに。もしかしたら気づかないかもわかんない。いっぱいあります。いやでもどれか一個ね、ホテルに飾れるようなやつを僕はゲットして、うん、そしたら視聴者の皆さんもそれ触ったり見に来れたりするんで。そうですね。光さんのパワーも入れてるでしょ。はい、私のパワーも入ってますんで。二人のパワーが入ってるやつ。そうですね。だってここでずっと寝かして運気を入れた状態ですからね。ここで15年間運気入れまくったりしてる。それに光さんがなおかつ僕グワッとかけたわけでしょ、はい。これかなりやばいでしょ。それをホテルに置くと。そしたらホテルのフォトスポットで。ホテルがもうパワースポットになるっていう。まあでも絶対そうなりますよ、はい、本当。え、どこでしたっけ。宮古島です。宮古島、運ぶのかまた大変。でも運び方わかんないんですよ。社長お願いします。ノウハウがないんで。違う、俺たちは、うん、あのそこの場所を社長にこう差し上げるレンタルするんで、社長の置く場所をちょっと僕は、まあ、ストーンマーケットっていう名前を広めます。ストーンマーケット寄贈店。あ、そうです。もちろんもちろんもちろん。なんならこうお店やってもらってもらって軽くストーンマーケットやってほしい。軽くね、軽くなんか売ってほしいですよね、なんかね。あのお土産で一種ね。持ってきます。今後僕たちがホテルとか増やしていくって意味で、うん、増やすたびに1個何か好きなものプレゼントって、うん
で、そこの石の小さい版を売ればいいんじゃないですか。そのままね、ストーンマーケット、ほんとそこに毎回売店できるんで。毎回、毎回、毎回売店。そしたら来た人も石に触れて、その全く同じ石の安いやつが買えるってなって、めっちゃパワーもらえるっていう、完璧です。いやいやいや、面白そう。僕たち、もらわなくていいんで、置き場所を用意します。はい、レンタルの方が、増用税かかっちゃうんで。15年後ぐらいに返しました。クマのソファ、無駄に高いです、このクマのソファ。クマソファ、クマのって顔があるんですか。これね、ベルサーチのなんかベルサーチのコラボで作ったソファなんですけど、本当に一人しか座れないのに無駄に採用がないです。これどれくらいするんですか、ちなみに。800万ぐらいした。これしかも、置く場所間違えてますか。これ誰がここ座るんですか。いやいや、意味わかんないですよ。ちょっと座ってくださいよ、もう全員。座る人いないですよ。そう座るから。これ金太郎とかでしょ、金太郎が。いや、これもう使いようないんですよ、本当に。なんかこう800万円とか邪魔みたいな、邪魔みたいな、ね、これ場所おかしいとかって言ってるんですよ、これ。でもまあ、吹き抜けです、こういうふうに。うわー、すげえ、ここ。これ石作れる。石も大量に。これも私が知り合いとか来たっけ作ってあげるような感じ。なるほど。これなんか、すごい部屋が待ってそうやん。ジャックパンダ、バスルームです。バスルーム、どんなんで扉ちゃるもん。こんな感じ。でかっ。でもあそこの扉も全部開けますんで、すごで、岩盤浴とサウナ付きです。あ、こっちもそうです、ね、岩盤浴とサウナ、スチームサウナ。すごいな、全部だってベルサーチやん。うまい。そうですね、ベルサーチ。すげえな。いや、こんなベルサーチとかいっぱいあるのに一応ギャツリーあるのも面白いけど。ギャツリーや、ギャツリー最強だよ。やっぱりギャツリー最高。見たことないような、なんか生発力だと思ったら結構メジャーなギャツリーやった。で、こちらが普段は見せないプライベートルームです。ちょっと待って、見てこれ、ドアノブ。ドアノブ見てこれ、おかしないこれ。ドアノブの形、これやばいって、この形意味わからへんもん。指紋認証になってます。もう俺しか入れないんで。やば。金庫とかありそうやもんな、なんかもう中に。確かに。てか金庫に入れるべきもの下あったけどな、全部。確かに。危ない、危ないよ。うわ、絶対見せないんですけど、どうなったお前。こんな感じです。ブラック。これは横長。これね、写真です、写真です。あ、写真じゃない、テレビじゃないよ。まあ、ネイティブな感じですね。すげえな、これ。そう、だからもうここは一つのマンションになってるんで、このままベッドがあって、もキッチンもちっちゃいのがあって、お風呂もあって、リビングもあるんで、もうここだけで住めるよ。一軒家さんが行ったら大変じゃないですか、あんな広いところ一人で住むにはもう絶対ただ単に不便なだけです。なんかもうここの中で全部完結するように。なるほど。なんで社長は基本的にここにいるんですか。そうです、大体ここです。もうこっちがリビングです。おー、ほんま普通になんかテレビもあってトロフィーみたいなの。そうですね、これサーフィンやってるんで、もうサーフィン世界大会で優勝してる。そうですね、世界優勝、マスタークラスで世界ナンバーワンです。すごい。ランキング世界1位です。今ってことですか。今現在。すごい。なんか極めるんやな、こういう人って。こっから後ろの大体前方が見えます。あー、確かにこれすげえ。こういうのがあって、うわー、やっぱさっきのテスターハウス。すごいこれ。じゃあちょっとね、ここから先は中村翔がなぜここまでに至ったのか、うわ、その歴史に迫っていきたいなと思います。ではまず一体こう何からスタートして、なぜこの医師に目をつけたのかっていうのが気になりますね。まあ大学が福岡だったんで、そこからそのまま就職したんですけれども、はい、それがアパレルの会社だったんですよ。おー、アパレルなの。アパレルリゾートと一緒じゃないですか。まあ転勤したりなんかして、最後はまあ東京の本部いたんですけれども、はい、ちょうど私のこの年代とかこの時代はバブル全盛期です。一番ちょうど25678ぐらいがバブル全盛期なんですよ、はい、なんで、まあ、アパレルしながら自分でお店も出したりしてたんですよ。そのアパレルのお店を確実に独立するにはやっぱりまだそこまで資金力なかったんで、アパレルちょっと働きながら自分で個人のお店を出してやってたんですけど、バブル全盛期はまあ良かったんですよ、はい、あの頃もうボディコンだから。で、うちもボディコンスーツ売ってましたから、はい、でもそのバブルがもう弾けて、なおかつファッションも、ね、一気に変わったんですよ。昔のあの時代はもうみんな OL はスーツ、カジュアルなんか絶対なかったんですよ、それがちょうどカジュアルに変わったんですよ。でもやっぱり私は、まあ、大手のアパレルにいてずっとそういうスーツやボディコンずっとやってたんで、バブルと崩壊ともダメになっちゃって、はい、で無駄に店何軒かやってるじゃないですか、はい、しかも個人 で、はい、でそこで結構ね借金いっぱいになってしまったんですよ。ちょうどそれがね28、9。逆に言ってそこまでまだ成功してないってことですよね。でも働きながら店1個持つだけで自分の中では成功だったんですよ、うん、まあ、確かに確かに。でこれがやっぱりね、借金いっぱいになっちゃうと、はい、もういい話すぐ食らいついてしまうんですよ。100万が1000万になる、1000万が1億になる。自分としては借金も多いから何とかしようとするから、いろんな人たちとそうやってやってめちゃめちゃ騙されたんですよ。自分自身の借金は本当に1000万弱ぐらいしかなかったんだけれども、はい、騙されてやっぱり5000万ぐらいになっちゃったんです。おそっからですね、まあ、とりあえず日本にいたらやばいじゃないですか、はい、借金というのもとりあえず海外逃亡ですか。
東北の言い方はですね、逃げました。海外逃げたんですか。いやもう日本にはなかなか入れない。だ ただね、一つはこういうイメージもあったんですよ。私の中で山口県の柳井というところに育って、福岡に行った時ものすごい都会と思ったんですよ。でもその後東京行った時もっと東京がすごくなってるんです。確かに確かに。そうすると東京から見たら今度は福岡田舎に見えたんですよ。ってなると、もしかしたらアメリカに行けばもっと都会を見ればもう日本が田舎に見えるんじゃない。日本でもう一回直すためにはもっと一番上を見てみようと。ってなるとやっぱりもうアメリカだと。で、家の近くのツーリスト行ったらずっと目に入ったんですよ、ロス往復8万っていうのが、はい、もうあれでとにかく行こうと。で、特にファッションのアパレルやってたんで、やっぱりファッションと全部ヨーロッパやアメリカ力来てたんで、ね、一回アメリカのファッションをちょっと見てみたいな。僕も確かアメリカ行ったことないし、そうやって言われてみたら確かに行ってみたらなんか価値観変わりそうですね。変わる。だけれども家具とか全て売ってもう50万しかなかったんだよ、はい、で、とりあえずはまあ8万円で残りの40万で向こうでいろいろアルバイトでもしながらバックパッカーをしようかなと思ったんだけれども、はい、もうやっぱり思い立ったらきついだし、もうすぐアメリカに行かなきゃ逃げなきゃいけないんで、はい、ツーリストに行ったら8万円はこれ 2,3 週間先の予約便でしかもう無理だと。明日明後日はすごい行けれないと。あ、いうふうになって、じゃあもうしょうがない、ビジネスかなんかそこら辺でもう行こうと。ビジネスは空いてると。ビジネスの値段聞いたら48万なんです。ギリギリ、ギリギリなんですよ。48万。いやいや、これちょっとまずいな、あと2週間また8万だから、はい、と思ったんだけど、もう思い立ったらやっぱりすぐ行動を起こさないとやっぱり気が済まないタイプなんで、同じ似てますね、うん、とにかくもう自分の中で妄想を食らんでるんですよ、はいはい、もうローソンに行ってからもういろいろと新しいファッションを見て、はい、いろんなものを見てからこういうのを決めて日本に帰るっていうイメージがついてるから待ってなかった。もう別にやって向こうに行けばなんとかなるやんっていうことで、ビジネスクラスに乗って、ロスに行ったんですよ、はい、でロスに行ったら日本でちょうど知り合いだった人がレストランもしたりしてたんで、まあ、そこで住み込みみたいなんでしようというふうに、まあ、自分の中で思ったんですよ、はい、もう残り2万で。で飛行機に乗って9時間から12時間ぐらいの間ぐらいじゃないですか。ご飯もちょっといいのが出るぐらいで、はい、シートもちょっと広いぐらいだし、はい、確実に失敗したなと。あと2週間待てば40万円あったわけだから、はい、焦りすぎたかなとかずっと思いながら飛行機なんかずっといたんですけども、そしたらちょっと隣にいた外国人の人が、まあ、その人日本語がちょっと喋れてて喋りかけてきたんでいろいろ話してるんですよ。で、はい、どうするんだ、これからアメリカ行くのかっていう話になって、はい、今アメリカ行ってまた新しいファッション見て、はい、ロスに行って次はニューヨークに行って、はい、やっぱりファッションの本番に行って新しいものを見つけたいなということで、でもう一回日本に帰ってきてもう一回ちょっとチャレンジをしたいということを話したら、その人は何を思ったか分かんないんですけど、はい、もしもアメリカに行くんだったらロシア、ニューヨークもいいと、はい、ただもっともっとアメリカの本当にいいところを見てほしいのはもっと田舎に行った方がいいとっていうのは言ったんですよ、はい、でも私の中ではね、もともとが田舎もんだから、はい、別にアメリカに行ってまで田舎行く必要ない。まあそうですね、イメージとしては、ね、この人は多分俺が東京にいるから、はい、そういうふうに思っただけであって、はい、別に田舎行く必要ねえなと思いながら全く気にせずにやっぱりロスにいたんですよ。でロスでやっぱりね4ヶ月ぐらいかな、和食屋さんで皿洗いとかしながらずっと住み込みだって街に出ていろんなファッションとかいっぱい見たんだけど、確かにもうファッションもカルチャーもすごいいいものがいっぱいあったんだけど、なんかやっぱり、ね、自分が思ったのとちょっと違ったんですよ。やっぱりこれはロスじゃなくてニューヨークだったのかな。でもまあお金もないしなと思って、その時ふと思いついたんです。隣に座った人の言葉が、はい、田舎に行った方がいいんじゃないか、ちょっと田舎にじゃあ行ってみようかな、バックパッカーしようかと、いうことで荷物持ってトラックに乗ったんですよ、はい、でまあその人のトラックはメキシコの方に行くようなトラックだったんで、アリゾナっていうところで降ろしてもらったんです。でアリゾナでちょっと住むようになったんですよ。すごい生き方してます確かに。でそこでやっぱりアリゾナで暮らしてたらですね、ちょっと見える世界が違ってきたんですよ、はい、日本とは全く。まず何がすごいかっていうと、まずみんなね自分の趣味か好きなことが仕事になる。ご飯が大好きでめちゃめちゃ食べてて、こんなでっかい人は絶対料理に、バンバン音のうるさいような改造車をしてるような人は仕事は車屋さん。好きを仕事にしてるんですね。みんなやっぱり好き仕事してるところ、これやっぱり私の中で日本ではねあんまり考えられなかったこと、もうどっちかというと日本はお金を稼ぐことしか考えてなかったから、確かにどうしたら儲かるんだろう、どうしたらお金持ちになれるんだろうとしか考えてなかった。それがねやっぱりアメリカのそのアリゾナっていうところに行って、そんなにまさかみんながね楽しく仕事してるっていうのはびっくりしたんですよ。である時お酒が好きな人はやっぱりバーやってるんですよ、はい、バーの昼間に行ったらバーの横に穴掘ってるんですよ。プール作ってる、これすごいなと、はい、プールも作ってやっぱりプールで飲みたいという人も多いし、はい、プールの入場券も取ってお金もね入るしいいんじゃないというふうに言ったら、いや別にお金は取る気ないと、とにかくみんながプール入りたいというか、とにかくここに作ってた。そしたらやっぱりもういろんな人がいっぱい来て、はい、大にぎわいになったんですよ、うん、でも別に入場料なんかも何も取らなかったんですよ。
やっぱりそれ見た時に楽しく仕事ってできるのかなと、私自身ねあんまり楽しいと思ったことなかった仕事そんな、はい、どうしたら儲かるしかしか考えたことなかった。でその時にふと気づいたよ、もう俺も本当こんなに騙されて東京ってなんて悪い街なんだろうってずっと思ったんだけれども、よく考えたら自分が儲けよう儲けようと思うから儲けよう儲けようって人が集まってきただけなの。下心にってことですね。下心にやっぱりね、類は類呼ぶんですよ。自分が悪かったのかと。なるほど。なんかちょっと心がねちょっと現れてきてるんですよ、はいはい、それまでは儲けようとかいっぱい思ったけれども、そういうのも気づきながら見ながらアリゾナのところで暮らしてたんですけど、はい、でその時ね暮らしてる時面白かったのが、まあお金ないじゃないですか、子供たちとかともよく遊んでたんだけど何気なく折り鶴作ったんですよ。そしたらその折り鶴子供が持って帰って親の人がレストランしてるみたいで、はい、もうこの折り鶴一つ10ドルで買いたいって言いました。たかが折り鶴、これすごい事故でずっと折り鶴折りながらその時生計成り立ったんですけれども、やっぱり日本では大したことないものがアメリカでは価値がある。特に子供たちと遊んでたら向こうはもうみんな家に遊び来いよとかさ、必ずゲストハウスがあって必ず家に泊まれよって言うとみんなよくしてくれるんですよ。すごく楽しいんですよ、毎日が。別にお金とかも全然関係ないんですよ。そういう生活してたらこれもっともしかしたら田舎に行ったらもっと面白いことあるんじゃないかな。またバックパッカーでトラック乗ったんですよ。案の定同じ人にまたメキシコ行くのトラックなんですよ、はい、でまあ国境越えるわけにいかないから手前のニューメキシコで降りたんです、はい、そのニューメキシコ降りたところがもうインディアンの居住区だったんです。もうアメリカのネイティブです。でそこでアメリカのネイティブと一緒に暮らすようになったんですよ。それ何歳ぐらいですか、その時点で。それがちょうど今29です。でその時にアリゾナツーソンというところもそうなんですけども、はい、ビルはもうないです。もう全部平屋です。でもう全部抹茶屋です。砂漠です。でそういうところでずっと暮らしてて、やっぱり一番目につくのがアメリカンネイティブたちがしてるアクセサリーのジャラジャラのターコイズ。あれを見た時にここはまあ茶色のしか土しかないから、はい、ああいう人たちですごいおしゃれしてるんだなと、はいはい、と思ったんだけれども、パッと見たら赤ちゃんがピアスを開けてたんですよ。これでターコイズつけたんですよ。でも赤ちゃんまではちょっとさすがにかわいそうじゃないと、はい、これは意味があるのかって聞いてみたんです。これはお守りだって言ったんです。耳につけるお守り、じゃあみんながつけてるこのジャラジャラつけてるのもお守りかって聞いたら、これも全部お守りだと。それどころか形見だと。全部あれ形見つけてるからあんなにジャラジャラなってるんですよ。結局あれ全部お守りだったんですよ。だからよく考えたら、私がアパレルした時もタイに行ったらブッダつけてた、インドに行ったら赤い糸をつけてた。よく考えたら日本人ってお守り身につけてないな。日本人多分ねだけですよ。私も世界中行ったけれども、多分日本人お守り買ったとしてもバッグにつけるから、あ、まあ財布に入れたりとか、入れたり、はい、首からぶら下げる人はいないでしょ。いないです。昔はねしてたらしいんですよ。でももう今はしてないです。でも、はい、海外に行ったらもうみんなお守り絶対つけてますって。そうか、お守りって結構日本人身につけてなかったな。で、まあ、シューチョンさんともこう話すことがあって、そこ砂漠地帯なんですよ。真っ茶色なんですよ。電気も何もないんですよ、はい、なんで星も上見上げなくても地平線から見えるんですよ星が。空気もめちゃめちゃ澄んでるんですよ、乾燥してるから、はい、そういうところでまたアメリカンネイティブの人たちが、人間は土から生まれて土に帰るんだよとかさ、もうこの宇宙とはどういうものなのか、あの星は何が、あっこに人間がいると思うか、まあ、いろんなこと言うんですよ、はい、そうするとね、なんかね、いろんなこと考えてる、何のために自分生まれたのかなとか。もうその頃心現れまくってますから、これももしかしたら僕多分日本帰って楽しい仕事した方がいいんじゃないと、だんだん思ってきてます。あともう一つやっぱ思ったのが、そのやっぱりみんなお守りを身につけてる、日本にお守りを身につけるっていうまず文化かな。今でこそこういうブレスをつけるようになったけれども、私がやった初めての頃はまだこんなブレスなんかつけたらもうお寺行くのみたいな感じで、なんか怪しいイメージで誰もみんなブレスなんかつけてなかった。だからもうとにかく日本に帰ってもうみんなにそういうお守りを身につける、はい、っていうことを日本のその文化をちょっと変えたいな。僕がでも物心ついた時にはもうブレスとかパーソンとか普通にありました、ね、ありましたでしょ、はい、私の30年はなかったです。へー、もうだからそういうパワーストーンとかも言っちゃいけなかった。今でこそパワースポット当たり前のように言ってるけれども、昔はダメ、ヒーリングなんかもう怪しい怪しい、まあまあそうですね。やって今日本がちょっと追いついてきたかなと、そういう精神的な世界に。でそれを抹茶屋のとこから掘ったら、あのマブルーのターコイズが出るのがすごいんです。やっぱり海みたいな空みたいな色が、あの抹茶屋の中のこんな綺麗なブルーが出るんだと。やっぱりこれを身につけたらやっぱりなんかいいんじゃないかな。でやっぱり日本人の場合結構神社に正直お願い行くじゃないですか、はい、でも必ず最後にありがとうはなかなか言いに行かないと思うんですよ。でもこういうふうにねブレスとかこういうのが身についてたら、お願いしたらもうついちゃってるから、やっぱありがとうってなるんです。でお父さんがずっとこうやって身につけた石を今度は形見になって、このその子供の次のパワーになるじゃないですか。アメリカなんかもうみんなそうなんですよ、形見がみんなつけてるんですよ。日本はお守りも持たない、形見なんかもう絶対身につけることないでしょ。それやっぱりつければ何かしら木がパワーが何かしら変わるんじゃないかな。
で、周長さんとよく星見ながら話してたんだけれども、私的にその大地のこの石っていうのはなんでみんなそういうふうに崇めてるのって聞いたら、はい、この地球が、まあ、できる45億年前、人間が飛んできたわけでもなければ、はい、木の種が飛んできたわけでもなければ、水がもともとどっかが飛んできてできたわけでも何でもない、もともと火の塊なのが分かれていっただけじゃないですか。水になり石になり、そしてそこから植物ができ、水の中に苔が生えり、そして生き物ができ、そして陸に上がるようになる、全て一緒なんだよ元は。なんでこの大地の石を身につけたりお守りしてれば、何かしらこの宇宙のパワー、何かしらが絶対守ってくれると自分たちをっていうふうにやっぱりみんな思ってるんです。なんでやっぱり、ね、石っていうものに皆さんに、ね、すごく体につけたりとかやっぱりいっぱいしてるんですよ。もうそれ聞いた時に、もうこれ俺はもう絶対この石を日本に持って帰ってもう広めようと、もうみんながお守りのように石をつけて、そういうふうになればいいかなということで始めたんです。始めてるのは30歳ぐらいってことですか？それからちょうど30なんです。今私が今年が60なんで、ストーンマーケットもちょうど30周年です。最初ってどうやって石売っていくんですか？なかなか難しいんですけれども、はい、やっぱり日本にはなかなかないし、はい、もう特に私が始めた頃の怪しいとか、産臭いとかもそういうのしかなかったんですけれども、まあ、石っていうのはもともと世界中いっぱいあるんですよ。あるんですけど、やっぱり発展途上国が多いんですよ。そういうところに実際に出向いて、実際そういう鉱山からいろいろ話もして、で加工してやっぱり仕入れなきゃいけないから、なかなか難しいんですよ。だから反対に大手ではなかなかやりづらい。だからある意味反対に良かったんですよ。ちょっとそこがね、アメリカンネイティブと一緒にあれしながら、いろんな人たちといっぱい海外の人とやって、昔やっぱり日本で仕事しようとか日本の中でしか見えなかったけど、そうやって一個外に出て外から日本見ると地球一つで見えるようになるんです。だからもう石はもうここにここにここにある。で、工場は中国のここが安い、タイが安い。その中でいろいろ組み合わせていろいろできるようになったから、結構難しいんですけれども、そこへの地球一つで考えたら意外とやりやすいかなと。大体こうやって話すると、やっぱりみんなアメリカンネイティブと出会ってよかったねって大体言うんですよ。でもやっぱり一番最初はあの飛行機です。あ、横に乗った人に言われなかったら、あの人に言われなければ間違いなく私はロスから確実にニューヨーク行ってました。もうファッションは絶対ニューヨークともう頭の中思ってました、そしたらもう多分今は何も出会ってないし、彼がそれを思って私に言ったかどうか分かんないですけど、失敗したなと思ったあの40万が今のうちの何十億っていうこの売り上げやっぱりつながってるわけだから、ってことはやっぱお金も使って損はないんだな、何かしら返ってくるんじゃないかなと。直感を信じて、それが結局こうなったってことですよね。なんかもう本当ある意味お金使うことも怖くなくなったし、使えばなんか戻ってくるような気がするし、その分損がなくなったかなと。やっぱり攻めの商売もできるんですよ。そこら辺が考え方がいろんな意味で変わってきたのかなと。すごい運ですけどね、まあ、行動力が化け物ですね。まあでもね、やっぱりそこがやっぱり、だから今の後で若い人たちもよく言うのがやっぱ行動力。でもだって英語喋れるわけじゃないんですよ。全然喋れない、今は少しはもちろん喋れるようになってますけど、まあ、最初に言った頃はまあ全く英語喋れない。それでそのアメリカンネイティブの人と話すわけじゃないですか。でもね、最近ね、そのマーケットも始めて10年以上経ってから通訳もつけようと思って通訳ついてたこともあるんだけれども、はい、こうやって書いたりとかなんかしながらこっちで話さないと、通訳入れたりとかすると何喋ってるか何言ってるか分かんないじゃないですか。これをもう少しいっぱい買うんで安くしてくださいねって言ってるのに、通訳の人がもういっぱい買うからお前安くしろよって言ってるかも分かんないですね。だからどっちかっていうと、一生懸命書いたりとか声でお願いとか言って喋れない方がなんか俺商売もうまくいくし、なんか意思疎通うまくできるような気がする。下手に通訳とかに頼っちゃうとなんかね、変に言葉もおかしくなっちゃってるし、こっち分かんないから突然怒ることとかよくありますもんね、はい、反対に喋れなくてもいいのかなって気がする。反対に喋れない方が向こうも一生懸命こっちの言ってることを考えようと思うし、こっちも一生懸命向こうが言ってることを理解しようと思うから、意外といいかも分かんない。その化け物みたいな行動力がやっぱ大事なんですね。やっぱり動かないとやっぱりし、ね、そうですね、最近やっぱりもう本当パソコンで世界のことが全て分かっちゃうじゃないですか。行かないですよね。だからあんまり行かないです。でそれでも分かって気になっちゃってる、行ったらまた全然違うし、行ったらこれを目に仕入れに行ったけれども、実は横にあったこれがすごい良かったとか、そういうのがいっぱいあるんですよ。まあ子供たちルッチル買った時そんな感じですよ。でしょ、やっぱりそう。なんか外にあるアメジストにあのかっこいいな惹かれて入ったらルッチルに出会ってルッチル買ったっていう、ルッチル買ったで今僕ここにいますからね。確かに、はい、それだ。ルチルがめぐれ走ってルチルがあんまり買ってなかったら 100% 僕ここにいないんですよ。間違いなくそうです、はい、だからあそこで僕が500万払ったことによっていろんなことが動いて、まあ、それこそホテルもそうですけど、キャンピングカーもそうですけど、ここにいるのもそうですよね。そうです。でもあの買うときここまでの絵は見えてないですからね。いやもちろん何にも言ってない。別に僕は下心あってルチル買ったことじゃないんですよ。確かに、そこが大事な気がするんですよ。だからやっぱお金使うときに下心がなくお金使うっていうのが運を引き寄せんじゃないかなと思うんですよ。やっぱそれはあるね。そうですね。だから稼ぎたいからとかじゃなくて、これが欲しいとか、ここ行きたい、これが見たいっていう、オーロラ見たいから100万払うんだっていう、そこが何かに繋がっていくんだろう。だって中村市長もやっぱりもう今すぐ逃げたいんだっていう熱い思いが
チケット買ったわけですよ。それによって結局行って打つって、まあ、結構高騰してるって聞いたんだけど、僕がこう打った時めっちゃ売れたじゃないですか、うん、あんだけ売れるってことは結構稀なんですか。いや、まあ、稀ありえない、ありえない、ありえない。この石業界からしたらもうあれが3枚だったじゃないですか、はい、あれが100本入れたらバカ売れです。へえ、もうバカ売れ。そう、最初実はこれ裏話があって、はい、俺が注文した時に、うん、受注生産してくださいって言ったんですけど、いや受注生産だと時間かかるよって言われて、うん、ある程度先に買わないとって言われて、うん、で500ぐらいって言ったら、うん、500結構な量だけど俺も心配だったんですよ、うん、500って分かんないですね。いや、これ売ったことないから3万円の商品が500石がっていうのは、ね、ありえないね。伊勢さんにもいやちょっとやめた方が、それはちょっとね最初持つのは大変だという感じでしたもんね。そう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 。だって本気で売ろうと思ってなかったから。いや僕らもそんなに、だってルチル買った理由が別に売りたかったわけじゃないんで、欲しかったから買ってるんで、うん、でもそう、多分あれ欲しかったから作った説もあるじゃないですか、うん、俺たちが、うん、いやそうですね、だから、うん、あれ本当そこっすよ。あまりにもいいことが起きるから、だったらみんなにもっていう感じぐらいの感覚で、うん、あそうです、やっぱりそういうのがやっぱしねいいと思う。いや本当に僕力を感じたんですよね、心の底からそう思ったんで、うん、迷いが全くなかったんですよ、僕買うことに対して。周りは半信半疑というか、なんか分かってないんですよ。こんな例えば丸いも何がいいのみたいな感じですけど、結局入江さんが今連れてるあのピカチュウも、これはルチル、これは変えたやつ、ティファニーで。ああそうなの、あのデカいですね、デカんだピカチュウ、おーすごい。今これ値段もとんでもなくなってますよ。そうそう、とんでもない。おーすごいすごい、やっぱり本当にでも1億とかぐらい、そうそうそう、だからもう本当に、うん、で僕はあの言われましたよ、1億ぐらいで言ってほしい、うん、で DM で、DM なんや。もうもはやよくわかんないですね、よくわかんない、すごいね。でもそれも全部含めルチル買った1週間の出来事ですね。そうだね、全部あの時バタバタできたもんね。はい、あれもすごいっすよ、本当に。いやすごいよ、でここにいるって。そうそうそう、これはすごかった、ね、宮古島のホテルも DM できたんですよ。いや、そうなんですよ、そうなんですよ、 DM できたの。そうそう、ルチル買った時に、え、ルチル買った時に、買った日、た次の日ぐらいに来たんですよ。しかもヒカルさんは、うん、見ずに、うん、ネットのジャランだけ見て買ったんですよ。現地に行ってないっすから、現地見に行ってない、ジャランだけ見て。なんかだから僕思ったのが、ホテルにも意思置きたいなと思ったのが、うん、ホテル買って、うん、ホテル自体はめっちゃいいとこなんですけど、うん、記念になった方がいいんかなと思ったんですよ、うんうん、行った時にパワーを感じれて、うん、一緒に写真が撮れて、うん、何かこうみんなが行きましたっていう記念に写真1枚撮れるだけでも、うん、その思い出の価値ってすごいんじゃないかなと思ってて、じゃあその時にルチューが出会わせてくれたホテルなんで、じゃあ僕は意思置きたいなと思ったんですよ、うん、あれこれ俺石持ってかなきゃいけないような状況じゃないですか。いや、あの違う、持っていくってかあれです。いやでも設置してもらうからです。いや、これ中村社長のために設置するんですよ、僕ら。設置してあげるんですよ、僕ら。そうそう、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 そう、あれ、宮古島の一等地の土地をなるべく貸す感じです。いや、見てください、心現れて今意思を広めたいんだってことじゃないですか、はい、広めるには持ってこい。お金じゃないですから、ね、お金じゃない、お金じゃない。そうそうそう、中村社長お金なんて要求しないから。心から広めたい、心から心から。そうそう、アメリカンネイティブの話聞いて、うん、心から置きたい。そうですよね、宮古島ね、で、うん、運気を上げるためにね、宮古島の運気を上げるためにあそこに置きたいと、なんかそんな気分になってきました。持っていかなきゃいけないのかっていう気分に なってきました。なんか使命感が出てきたな。でも本当だから僕は、うん、それこそ僕も医師に対して何も思ってなかったんですよ、うん、でも、うん、あのルチルを買って以降、うん、パワーを感じるものが欲しいってなってきてて、うん、どんどんそういう風な感覚になってます、うん、今。なるほど、だって星あんだけいっぱいあるんですよ、地球なんか一つのちっちゃい、でもこれはほぼ石じゃないですか、地球なんて、はい、やっぱりそれをね身につけたりなんかしてると、何かしらねパワーっていうかね、エネルギーというか何かは絶対ねあると思うし、何かしら変えれると思う、流れを、うん、そういう力は絶対あると思う。今実際こう家来て気がいいというか、なんか僕がもうこの家自体がなんかすごいね、うん、なんかいいっすよね、うん、そうですね、完全パワー、俺結構パワー入ってる気がします。パワー、ほんとパワースポットだよ、ここは。マジで魅力的な石が多すぎて。いや、俺ルチル買う前にこの家来ても俺多分興味なかったと思う。俺多分石じゃなくてハイブランドとかに興味持ったと思う、俺は。はい、実際でも今は石がちょっとやっぱすごい魅力的に見えるから、うん、素晴らしい。で実際そのね、僕がこうルチルで動画出した時に、うん、石業界がちょっと盛り上がったって聞いて、いや盛り上がった、盛り上がった、石業界で一気に上がりました、本当に。それがめっちゃ嬉しくて、うん、役に立ちたなみたいな。だって石の展示会行ったらヒカルさんだらけだったし、やばいよ本当に。そしてもうみんなルチル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 って言ってましたから、ね、だってルチルっていう名前がいいと思う、あと、うん、ね、でも僕ルチル聞いたことなかったんで、
で、うん、そんなに有名じゃないですよね。いやいや、どちらかというとマニアックな方ですよ。そうですね、まあ、水晶はね、皆さん知ってますけど、はい、ルチェルっていうのはね、なかなかそんなにあるじゃないと思う。だからあのルチェルでなおかつ3万円が5000本っていうのがすごいことですよ。まあでも物も安いのもっとあるよって言われたんですよ。そう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 。でもいや、クオリティ高いのじゃないと、いいのじゃないとダメなんでって言って、だってあれそもそも10万ぐらいって言ったの、うん、そう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 、ヒカルさんがあ、まあまあそうですね、いや俺たち社長に10万で売りますって言って、そう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 、言ったら3万になりましたって言ったら3万って言ってましたからね。絶対クオリティがさ、透明感があって金の針が見えてて、いや金の針が見えるのがなかなか難しいんですって、でもまあ10万円で売るからぐらいって言うから、じゃあ渡したら帰った時はもう3万円になりましたって。なんでってしかもどんどん売れてるし、これもう本当大変なんですよね、集めるの本当に。でも売り切れましたから。いや売り切れたからね、はい、すごいよ。でしかもちょっとめっちゃ時間なかったですか、8月とか、はい、9月とかまでなってたんで、はい、でそれを中村社長が現地までもう現地まで行って、私はもうね、この撮る間のこの1ヶ月半の間ずっとこのルチェルだけで動いてました。そしてなんとか4月中もしくは5月の上旬までには全員発送できます。うわーすごい。できます。もうこれもうね、もう私もこの1ヶ月間ずっとルチェルルチェルルチェルですよ。本当にルチェルですよ。もうね、全部行ってきました。ルチェルかっこいいからな。高いしね、もう材料がないんですって。しかも本当に上がってますから、今もう間違いない。まあ、それ以前にね、円安だからさ、そこもあるんですけれども、もうとにかく物が取れない、上がってる。もうなぜかっていうと、今、やっぱりレアメタルとかパラジウムとかそういうのがやっぱりすごいから、もう掘る人たちがみんなそっち行っちゃってるんですよ。なるほどね。そっちが高いから、半導体の方に。だから、なかなかああいうルチェルとか水晶掘るって今少ないんですよ。全部そっちにも行っちゃってる。だから、出てこないんですよ、本当に。だからどんどん高くなってるんですよ。すごいな。本当に理論なんですね。そういうのなんです。だからもう今とにかくみんなそっちの方ばっかりいっちゃってる。でなおかつ円安、いろんなところの運賃であったりとか人件費も上がってるっていうのがやっぱり一つなんですよ。売ったらいいけど揃えるの本当大変でしたとか言ってたから、ここまでに絶対揃えなきゃいけない。そうですね。でもそう、僕が勝手に追加って売ってて、そうそうそう、勝手にいっぱい売っちゃったからずっと動いてましたよ、ルチェルで。あんだけ追加しても、うん、結局売り切れちゃって、僕買いたかったけど買えなかったんですよ。あれはそうなんですよ。めっちゃ届いたんですよ、うん、すごいなと思って。いやでもそれはさすがにあれ以上行くと、うん、もういやこっちがもう無理だったんですよ。パンクしたってことね。うん、パンク状態でした、もうあの地点で。でもそれぐらい、うん、中村市長が初めて30年前は医師に対して怪しいがあったと思うけど、うん、今スピリチュアルみたいなものに対しての信用っていうか、それをこう信じてる人の数が多分俺、うん、圧倒的に増えたと思ってるんですよ、うん、で僕このルチルが売れた時の、うん、なぜ売れたのかっていうのを分析したんですよ、自分なりに。なるほど。この運っていうパラメータがあるとしたら、うん、運って見えないんですよね、目に。ああ人の運って目に見えないんですよ、うん、でもなんか運がいい人、運が悪い人の人ってなんかいるじゃないですか、うん、この運っていうものを分かりやすい具現化したものが意思とかになるんじゃないかなと思ってて、要は意思を持ってるだけで自分が運が良かったことに気づけるんですよね。で、人って運がいいことに気づいてないんですよ、ほとんどの人が。何気なく例えばパチンコ行って1万円買っても何も持ってなかったら、ただ1万円買っただけで終わるんですよ。でもルチューとかなんか持っていくと、これのおかげで1万円買った運が良かったってなるんですよ。なるほどね。だから要は僕は意思を売ったんじゃないんですよ、うん、気づきを売ってるんですよ。本当に要は自分が運がいいことに気づけるんですよ。意思をつけてるだけで幸福度が上がるわけですよ。人ってもうこの水入ってるの見て、うん、あと半分しかないなのか、うん、まだ半分あれなのか、うん、これ捉え方なんですよ。運ってそうなんですよ、うん、結局僕って何が起きてもポジティブに捉えるんで、全部運が良かったになるんですよ、うん、ほとんどの人ってその能力がないんですよ。自分で運が良かったって勝利できないんですよ、脳が。だから多分そのお守りだったりとかにこう頼るんですよ。そのお守り持ってることで運が良かったと気づけるわけですよ。で僕が売ってるのは気づきです。なるほどなるほど。ということで、はい、ということで、ちょっと、もらうもの探しちゃっていいですか。探しに行きます。そろそろ。これがホテルに飾られますから、ね、うわ。そうですね、もうそれはもう本当、ここで15年間ずっとパワーの入った。それにプラス、ヒカルさんが。そうですね、パワー。暗くなる前に探しますか。そうですね。でも冷静に思ったんですよ。これ、はい、自分の家にも飾りたいんですよ。だから大きいのはホテル、なるほど、ちっちゃいのは自分の家にもらって。なるほど。 いいですいいですよ。あぜひぜひ、もうこの石業界をこんだけ盛り上げてくれたんで、そうもう石業界代表して私はプレゼントいたします。ちょっと僕思ったんですけど、やっぱ運気を多分、うん、悪い人がいたら多分まずいと思うんですよ。まあそうさすがにこう、あの一人でも悪い人だったら2人だけ運が良くても多分まずいと思うんですよ、さすがに。いやだって俺たちいない方がいいと思うんですよ。マジさんとか運悪そうじゃないですか。いやもう腐った時点でそうそうそう、いや運良くなって帰らない。同じ分子ですよね。そう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 、一つの分子、はい、そうそうそう、チームチームみんなで分かれてるだけなんで、はい、ワンチームでワンチームね、佐々木さん。いやでもだってもう困っちゃうもんね。そうそうそう、迷惑かけるわけにいかない。光の大事に足引っ張りますもんね。足引っ張った。それだけはもう
みたいにちょっとお願いします。ということで、うん、探してみましょう。探してみましょう。これはよし、行きましょう。マジで冒険ですよ。よし、じゃあ行きましょう。宝探しです。宝探し、宝探しです。マジで宝しかないもんな、はい、でも俺らも空気読みますからちゃんと、はい、間違いなく空気を間違いなくどっちの空気イメージ的には空気読んで、あ、これは高いから申し訳ないかなっていう空気を読んでくれるかなと思ったけど、違いますかね。やっぱりちょっとまあまあそうそう、やっぱ僕たちはいいものを届けないといけないやっぱで中村さんの信念がお金じゃなくいいものを届けるなんで、なるほど、その信念を。でも俺の家一番映るから、まあ間違いない、そうって、まあ間違いないですそれ。家を置かれても映るんでね。そうですね。これやばいけど、いや、これはやばい。片方消えたらかっこ悪くなっちゃうんだ。確かに。そうですね。これはだからね、ちょっとあるじゃないですか。ああ、よかったです。よかったです。やっぱギャラリー行ったもんじゃない。ああ、ギャラリーいっぱいいっぱいいましたから。ギャラリーは多分、まあ、今家に飾られてないから、多分あんまり持って行っても多分ブラン。ああ、確かに。いや、楽しみやなこれ。いや、本当にな。俺はこれ以上ないことかもな。うん。採掘場みたいな感じだもん。カメラとピッケル持ってますから。絶対掘り当てる。これよね。うわ、すごいね、これも。やばいな。いや、でも、あの尖ってる感とかはなんか似てますけどね。あ、これですか。うん。いや、もう一緒ですね。すごいけどね、これも。中の輝きが違う。これ。一緒です。だから中の輝きが、やっぱあそこ置いてあるんですか。あの時。違うっていう感じです。そう。いや、だから、これとかめっちゃ輝きいいけど、でも、あそこ置いてあるんですか。団地でよかったと思います。まあ、確かに。透明感が全然違う。やっぱあそこのは断然いいや。団地だから。値段とか載ってますか、これな。あ、値段もありますね、もう。値段が上に、ほら。180万はい。いや、全然。300万余裕でします。あ、ここやばい、ほら何なの2000万これでかいもんね。します。この大きさはないです。これも1000万。ポケモンみたいな石。これ化石。それ化石です。アンモナイト。もうアンモナイト、そのまんまです。すごいこれ、掘り出したそのまんまです。圧倒的にハードエリューゲルだこれ。やばいよ、はい、これ一番やばいよな。出てますね。これは多分ライトを下と後ろと2箇所からあったらビカってなる。でもこれ確かに台をきれいに作ってこれ乗せて、うん、これが一番きれいに、だから人の高さぐらいにした。あ、そうそうそう、これやばいと思いますよ、まあ、こっちか、うん、まあ、こっちか分かんないですけど、うん、まあ、こういったものをちょっとね宮古島に設置するという。すげー、すごい、はい、これまあ、どれぐらいの期間でかかるか分かんないですけど、年内頑張れたら頑張りたいなっていう、まあ、どっかのタイミングから設置されてる可能性がある、うん、やばいねこれ。しましょう。はい、じゃあもうとりあえずあれ決めてきますか。これどこ、はい、でかい方がいい。でかい方がいいと思うけど俺は。これを、じゃあこれ中すごいし、ここ。いや中すごいし、中見てください。トルマリン入りですね。あれトルマリンです。その中の、中のそれトルマリンです。トルマリン入り推奨ポイントですね。それなかなか綺麗ですね。よし、いきますか。じゃあこれで、はい、お願いします。すごい、あ、決定。宮古島に持ってきます。すごい、すごい。ということで、あの、ひかりさん、家の中の方もちょっと、あ、そうです。じゃあ次、あの、自宅を、自宅を。じゃあちょっと僕の家に置くやつ、ぶっちゃけこう悩んでて、二択でこの圧倒的な輝きを放つゴールドルチルか、もう単純に多分二度と多分見かけれないのやろ、この巨大な。やっぱ圧倒的な、やっぱ僕はこの一番がいいんですよ。だからそのこう一番大きいか一番輝いてるかっていうのでいくともう二択なんですよ。確かに。で考えた結果、多分つけないんで、多分これ合わなかったんで、さすがに飾る用でやっぱ大きいの。すごい。いや、まあめっちゃかっこいいけどこれ、確かにやったらいい。これね、いっちゃいました。いっちゃいました。冷静に。でかすぎひんこれ。僕もうルチルの王になろうと思ってるんですよ。いや、間違いなくもうこれルチル王になります。はい。この世で最も大きなルチルを所持していくだけでルチルの王じゃないですか。うん、これ以上のルチルがもしあればね、わかんないですけど、うん、まあもうないみたいな。絶対違うこと。重いでしょ。すごいでしょこれ。すごいっすね。ライト照らすとね、ほら、もうやばいことになってた。光すごいな。すっぽり太いのがあるんですよ。その下に、こっち側に。これです、ここです。あー、そう、ほんまや、ここです。すっごいぞこれ、これやばいっすよ、重さ。いや、これはかなりのこれ治療ですね。これ市場価格いくらなんですか。3000万は優にします。3000万、間違いない。これちょっと一回鑑定持ってってください。絶対ね、3000万は絶対優にします。俺だってこのぐらいのサイズだって俺200万とかで、それが500万ぐらいですか。いや、こんな大きなかったで、前のやつ。あ、なかったっけ、うん、でしょ。もっとちっちゃかったこれより、500万のやつ。500万で多分これだって気づいたけど。で、ちなみにね、キューってそこから1ミリ大きくなるたびにもう100万ずつ高くなります。1ミリ、結局これ1ミリ級大きくするとポイントはその10倍いるんですよ、結局。いや、これだって
だからカメラでとこ分かるんだけどでかすぎるねこれほんまに。でかレーザーおかしい。知らなくても知らなくてもいやこれマジやばいって。しかもこれ想像以上に切れないってこれ。いやこんなクリアなやつないですってなかなか。これはもう最強の YouTube で パワーもらいに行きます。いやこれパワーしかないですよ。パワーしかないです本当に。これ最強だってこれ普通にその辺飾っててもいいようなレベルのクオリティじゃないですかこれ、うん、クオリティ的にこの中に紛れ込んでるのおかしいですよ、ね、なんかちょっと寂しなったっすもんね、うん、こっち。いやいやマジで間違いないです確実にそこ寂しくなりました。これ大事だもん。それがどっちかというとやっぱりこの中のメインでしたね。確かに大事だもん。これ確かにこれそれ台座もそれですこれも台座、はい、もでかいです。とりあえずここに置いてみます。うわこれやばいってます。いやこれやばい。すげえこれね。やばい。でかすぎるって。本当に怖いですよ。かっこよすぎるもんな。いやこれすごいですな。これは本当にやっぱりこれちょうど俺のスーツケースの中入ります。ちょうど入ります。ちょうど入ります。綺麗にパッキングして、綺麗にパッキングして。なんだこれ、これ手で持って歩けます。これ家に飾ります。いいんですか。いやいいですよ。ありがとうございます。すごい。これもうどうぞぜひ。僕たちはもうあの、うん、社長が作ってくれたやつをつけてくれる。あ、なるほど。あ、で作ってほしい。ぜひぜひぜひ。じゃあ皆さんに聞きましょう。ルチェル、はい、やりましょう。いやこれ本当にルチェル今回縁があって勝って、うん、そこからまっすぐこれね。たどり着けるこれは想像しました。いや、あの時絶対無理です。そうそう、500万払ってたからこうあったっていう考えたら、いやーすごい、うん、いや恐ろしい出来事ですこれ本当に。これってルチルって今もう売り切れちゃったんじゃないですか、うん、販売ってできないですかこれ以上。いやで実は、はい、実はそれを、はい、まあ、ここに来るんで、はい、まあ、せっかくなんで社長交渉してもらって、はい、実は作ってもらったんですよね。なんかあります、あります、あります。すげえ。多分これ見た人は欲しい人いると思うんじゃないですか。絶対欲しくなると思うこれは。はい OK です。すげえ。キングラえ？すげえ、はい、ほんまキングダムオリジナル。ヒカルさんがキングダム。キングダムっす確かに。何これ。シンと大きい。大きい。そうですね。すげえこれキンクロブレス。すげえ、はい、これも完璧にヒカルモデルです。世の中にこうキンクロってあるんですか。いやないですないです。今回初めて作りました。すげえ、すごい。ちょっと変わってない。黒の部分は何の石なんですか。これオニキスっていう石です。有名です。オニキスとゴールドルチルです。うわゴールドルチル。これあの、ま、この間前回のこれが前回です、はい、で前回のやつも今回再販できる社長がしてくれるすごいです。もうしました。集めてきました。なんでなんとかね4月中にはね前回のやつは全部ある程度5月の上旬まで送っておくので。細い方がやっぱこれ合うな普通につけるにはね。うん、細身めっちゃ合う、うん、しかもこれ金額も買いやすい値段安くしようとしておいて、はい、今回1万5000円です。おー、安い。確かにこれの半分やから。そうです。いや2万じゃなかったでしたっけ。いや社長1万5000円ですか。あの1万5000円です。わかりました、はい、僕らのあのアメリカンネイティブだと思ってください、はい、そうしましょう。これでもこれがだから5000本ぐらい売ったんですよね確か。そうですね前回ね5000本速乾です。これも本来はちょっとなかなかとこれでも普通にちょっとおしゃれやな。これ二重ですけどこれいいやつ。でもこのルチルのクオリティでこの金額でやっても安いって言ってました本当に。いや、間違いなく絶対ないです絶対ない。あれなんですよ、半袖着るときはハイブランドのアクセサリーとかつけるんですけど、うん、長袖のときって見えないからつけないんですよ、うん、あとしかもなんかもうめんどくさいんで、うん、つけやすいですねこれだったら、うん、俺からですよね、うん、でゴムですしね、うん、絶対これでいこうかな。そしてなんて言ってもパワー全開です。パワー全開。パワー全開。全開。それともう一個ね、はい、ヒカルさんが、はい、どうしても用意してくれって言うんで、はい、球を、ヒカルさんが球をどうにか用意してくれって言うんで、はいはい、あ球欲しかった。実は社長に作ってもらって、はい、でここなんですよ。おここでさっき飾ってた。いや俺やっぱり、ね、球家飾ってるじゃないですか。やっぱ球って可愛いんですよね、うん、やっぱり球ってね、これです。おお来た。すごこの台座もつけて可愛 い, いそうです、可愛 い, いですよ。で、これの可愛 い, いやまあもし飾るようでね、玉欲しいから玉家とかね、やっぱり家かっこいいけど、これ家から本当上下で、クオリティもこのクオリティで頑張っていきます。このクオリティめっちゃ高いらしいです。そうなんです。いやこれ難しいんですって。まあそういうことですよね、本当になかなかないって。数はちょっと本当ね、1000個以上はちょっとまだ今は分かんないですけど、まずすぐは300個は大丈夫です。これっていくらぐらいですか。これ3万円、はい、そうなんですよ。だから玉は、はい、もう高いのはさすがに売るのやめようって言って、もう3万円で2万にしません。いや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 
だって俺広めるのが目的でしょ。いや冷静にそのバランス悪くなっちゃうんですよ。こっちが3万3千円ぐらいですね。これ1万5千円じゃないですか。間が大体やっぱこう松竹前なんですよ。社長がね松竹前、電化を落としていただく、はい、それちょっと、いや俺ちょっと話しちゃいました。綺麗な感じこれ、かわいい、かわいいし、うん、でも言ったように300個はすぐ揃えるけれども、これあと1000個ぐらい、数がね、どこまでするか、冷静に僕ぐらいの大きさのやつ買うのはちょっと無謀すぎるから、いや、あれを売るっていう案もあったんですけど、あれは基本的にはさすがにね、まだできないと思うんで、しかも数はそんな作れないって話、はい、数作れない、だからそもそもこっちもこっちもそんなに数作れないってことですね、元から大変ですよ、これ、本当にマジで、このクオリティを全部それがする、これ、絶対にこれ、ちょい浮きするけどだって天然のものですからね、その加工のものじゃないんで、しかもこれ、新しいじゃないですか、この金黒って、新しい、うちも初めて作りましたから、もう本当に。しかもまあ、こっちより圧倒的に安いから、うん、まあじゃあこのチューバーも2万円で、ありがとうございます。社長、ありがとうございます。ちょっと全国民をちょっとやろうね。社長がでもやっぱ余計なこと言ったのが、やっぱその、もうあのさ、エピソードが無駄に長かったってことと、無駄の中に心が現れたって4回くらい言ったんですよ。そのワード結構出てましたもん。今現れてますよ。もう引き戻さない。でも定期的にちょっと心を鍛えないとこも出してくるんで。俺らが洗っていかないとやっぱり。やっぱ日本にいすぎてダメになってきてるんで、ニューメキシコだと思ってほしいです。了解です、わかりました。これちょっと行きましょう。はい。まあ、数は限定ってことですね。このキューバね絶対限定です。もう本当多分ね、まあ300個用意できるんですけれども、まあ、はい、スポーンマーケットだからこんだけ用意できるだけで、いや絶対できない。普通の多分石屋さんだったらもう絶対無理ってこと。いや無理ですよ、絶対無理ですよ。このクオリティを何千枚、しかも前回5000本でしょ。5000本無理ですって絶対普通。うん、すごいですよこれ本当に。俺が走り回ります。ありがとうございます。あとヒカルさんにこれちょっとうちのプレゼントで、うちの言ったワッペン、はい、でヒカルさんモデルを作りました。これすげえ、ヒカル、これでここにもついてます。黒とゴールドで、でヒカルのエッジ誕生日と、はい、ありがとうございます、入れてます。これバッカなんか作ってこれなんか店舗でこれ自分のなんかワッペンいろいろ選べるらしい。そう、選んで作れるんですよ。これも一緒です、オニキスで、まあ、さっきのブレスとも完璧セットになります。確かにこれ旅行カバンとか撮った海外の時にね、そうそうそう、ぜひ付け取ってください。分かりやすいと思います。でもこれ店で買うと皆さんオリジナルが作れるんです。そうそう、店に行けば自分で作れるんです。可愛いですね、それ。いいでしょ、可愛い。これでね、ぶら下げておきます。ぶら下げましょうか。つけます、つけます、つけます。これでも早っ、はい、完璧です。お、すごい、かわいい。リュウと一緒にね。最高です。はい、もうこれちょっと背中か。邪魔ならし。え、でもかわいいっすよこれ。うん、完璧です。なんか ベルトついてる。しかもこれなんかちょっとビトンっぽいっすね。確かに、かこれありやん、こんなん。ビトンっぽいなの。しかもなんかこれキュン、キュンです。V みたいな。これはもうね、ヒカルさん、いいねがたくさんつくようにということで。おー、なるほど。ありがとうございます。いろいろ考えてます、全部。これめっちゃいいな。もういい。おしゃれ、おしゃれ。よかったです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。じゃあ。光るモデルと、はい、このキュート再販しますか、これは。そうですね、はい、ガイラの方に載ってるのでぜひ、うん、なんでちょっととりあえずその前回のやつはなんとか4月中、まあ遅くても5月上旬には皆さんのところに全部お届けできるようにします、はい、でこちらの新しいやつが、まあ、5月下旬ぐらいから、はい、また発送できればなと思ってますので、でも実際これで売れたらもし利益上がれば、うん、またホテルとかね、何かしらに僕らも投資したいですもんね。そうですね、もう循環ですねこれが。そうですこれはもうあの皆さんに与えていくだけです。はい、金でなるとこ何なんこちら。金が何気にうちでも売ってるんですよ。これあるんですか。あるんですよ、売ってるんですか。これコラボ、コラボです。9800円なんです。すげえ。なんで、まあ、さっきみたいにちょっとブレスをかけてもらって家で乗馬、ちなみにこの下にあるのはこれもルチルコーツのチップなんですよ。これめっちゃいいやん、これほら。で、いいでしょ、うん、これ欲しい。でこれ9800円で買えるんですね。9800円です。これってことですよね、はい、これがってことですね。そうです。でこの下はまたうちで売ってる浄化用なんで、まあ、ここに今ルチルのチップを置いてあるんですよ。ルチルのチップで置いて、さっきのこのブレスをここにこうかけてもらって、置いてもらってもいいですし、これめっちゃおしゃれですね。はい、まあ、ストーンマーケットで売ってるってことですね。ストーンマーケットで売ってます。これクオリティ高くないですか。高い、高い、本当大きい。これめっちゃ重い。これもうコラボでやってるんで、いや重いでしょ。これめっちゃいいですよ、これめちゃくちゃ。クオリティはめっちゃ高いです。これ欲しい人めっちゃ多いと思う。9800円です。9800円、安くないですか。これの方が安いのに衝撃的じゃん。確かに。だからいかにこれがレアな素材なのかと思うんですね。ルチルは大変ですって、本当に。ルチルでこれ作ったらもうやばいと思うんですよね。もうやばいです。ルチルでこれ作ったらちょっと作ってみますか。ルチルでこれ本当に、うん、ルチルの換気欲しいですね、俺も。ね、換気が起きますやんで。あ、わかりました。ちょっと次、ちょっとやってきます。ルチルで換気ちょっとやってきます。いけるの。ルチル換気。ストーンマーケットでできないことないですよ。でもあれですよね、これ売れてくれると困りますよ。いや、そうだね。
すげえマジで。いやでも本当光モデル完璧、バッチリです。イメージ通りです。うん、完璧です。はい、あります。僕もストーンマーケットのアンバサダーとしてね。ありがとうございます。はい、アンバサダーですか。違う違うんですか。なりました今。はい、今なりました。アンバサダーですね。今。ストーンマーケットの各店舗に僕で流れてるらしいですから。アンバサダーですね。流れてます流れてます、はいはい。ということで。はい。あの社長が今日せっかく来てくれたってことなんで、はい、ご飯はみんなに。そうですね、ぜひうちでぜひご飯食べてください。もう今日はゆっくりとご飯食べてあげてください。コース料理とかできそうな雰囲気ですね。確かに間違いなく、はい、もうちょっと和食で行ってますんで。はい、ありがとうございます。ぜひゆっくりと食べてください。はい、ありがとうございます、はい、では夕食の準備できたので行ってみますか。結構すごくなってるおぉ。ちょっとあそこ食材見てもらっていいですか。食材、え、ウニよ、すごい、肉よ。やば、俺なんかカニや、カニ。俺こんなでかいカニある。遠くでスイカかと思った。スイカっぽい。スイカ、動きしてる。でかっか、お前。ちなみにスッポンもいます。スッポン、スッポンいます、ここに。結構生きてます。生きてます。え、さっき騒ぎまくってました。これトリュフ、トリュフです。カニでかすぎて、カニやばい。カニはもうでかいやつがいます。もう今日は好きなやつ思い切ってください。カニとかなんなん、どこで取れないの。でかすぎる。馴染みの大将でミシュランとってる、すごい、まあ、お願いします。ゴーチです、よろしくお願いします。お願いします。思いっきり飲んで食ってください今日。めっちゃうまそう。あと見て、箸置き、キラキラです。すごい、ゴールドです。ゴールド全部じゃもんか。これ昔私がゴールドっていうクラブやってたんですよ。あ、そうなんですか、はい、その時に使ってたものなんですけど、ここまでなんか全部石やったらほんま統一感があって逆にかっこいいな。もういいよ。タラもなんか、はい、全てゴールドです。20だったの。さらに下にまだ、そうなんです。まだ下にもあります。何のゴールド、意味が分からなくなったもんいや、それやっぱ見栄えがいいんですよ。確かにこれでなんか中のやつが見えるから、はい、見栄えと高級感が。なるほど、すごいこれ。思いっきり食べてください。ありがとうございます、はい、ルッチェルの動画出した時ぐらいから中村翔に会えるって分かってたんで、それがもう楽しみでしかなかった。1ヶ月ちょっと待ったんで、いや、この1ヶ月の間もう私はルッチェル探し回ってましたさっきでも結構面白いこと言ったんですけど、あのルッチェル持っていかれたかって。俺が 最大級のルッチェル持ってたのにってすごく悔やんでましたよ。何かにそこでずっと落ち込んでました。どこで見つけたんですか。これもブラジルです。もうブラジルに売られてるんですよ、これが。これで売ってます。もうここら辺のになるともう現地行かないとなかなかないです。もう多分ね、間通ってもうほぼないです。唯一ね、ほんとブラジルまで行ってね、やっと探し当てた。これ俺らが出会ったルッチェルとかってなんか7000万ぐらいで売ってた。あのおっちゃんですけど、おっちゃんが7000万とかつけてそうじゃない。でもそれぐらいの白物ってことですよね。いや、そうです、そうです。もうここまでクリアで透明度があって、これだけ金が入ることないですって。本当にこの大きさでね、この大きさで。頼むぞっていう。頼んだぞ本当に。すげえな、こいつ来たらさらにパワーアップするもんな。全然やばいや、これ本当にやばいです。これはもう本当さっきまでちょっと落ち込んでましたから。でもルチェルを広めます。はい、ぜひよろしくお願いします。ストーンマーケットさんで買った方がやっぱりちゃんとしたね、クオリティ含めて完全クオリティをもう選んでますんで任せてください。そうですね、はい、こんだけでかいからこそ安くやれるし、できる限り、うん、そうやっぱり量やっぱり入れるんで、その分安くできますんで、ちょっと頑張りますよ、これからは。皆さんに広めなきゃいけないんで。さっき玉の件も結構なんで金額こんな下がるんですか。最初の打ち合わせといろいろ違うことが多くて。まあそうっすよね。こんなんだけでもだって他の店やったら10万とかしますもん。いや全然する、全然する。もうこのそれが怖いんで、ほんまに。あれですよ、ヒカルさんが3万って言ったから3万になってるだけですよ。いやでもそれぐらいでやっぱ届かないで、やっぱその僕たちもやっぱ世界に広げたいんで、そうです。日本にこの一度文化広げたいんで。やっぱ佐々木さんなんてやっぱね、持ってないか分からなくてズーって言ってましたからね、これ。そう言ってましたから。怒られますよ。速攻、私速攻いました。絶対言っちゃダメだ。一番言っちゃう。散々それがジュジュジュって散々昔これを広めようと時言われた言葉なんですよ。いや、ジュズじゃないんですよ。これはパワーストーンなんですよ。キンクワードだった。ちょっとびっくりしました。久々に聞きました。いやー、すげえなーこの家。でもなんか俺家で撮影するやん、めっちゃ。あの家でもなんか結構いい家と思ったけど、もし仮に俺こんな感じの家にできたとしたら、もっと YouTube やばいんじゃないって思ったから、やっぱ家って大事やな。しかもこのシャンパンが中村社長のシャンパンらしいです。オリジナルシャンパンです。うちが作ってるやつ、ぜひ飲んでみてください。シャンパン作ってる、作ってます。社長何年もやってるんだよ。ここまでの規模のことを家にやれるってことは、とてつもないお金がないと無理やもんな。冷静にな。毎日2、300人パーティーやってたらしいですよ。毎日。ここできた時は。2、300人。2、300人ここ入れてた人。入ります。まあ庭とね、全部入れたら。すごい量入るそうなんですよ。ホテルでパーティーするときに言ってください。あります。準備します。
これはほんまにバッチリおしゃれにしていつか福岡に出すっていう伏線が張られたな完全に。ちなみにパワーストーンの一番売れた時期っていつなんですか。今が一番売れてるのか、それともちょっと前の。いやいや、もう売れたのがね、多分ですね15年か20年ぐらい前ですね。あ、そこなんですね。ジャイアンツが監督がつけてからみんなつけてる時期だったんですよ。覚えてないですか。あったでしょ。確かに、うん、それがね多分ね15年から20年ぐらい前の、あの時にパカッて、あの時が一番やっぱり人気でした。全国に何店舗ぐらいあるんですか、ストーンマーケット。あ、ストーンマーケットは今ね全部でね90店舗ぐらいありますね。なるほど。やっぱ海外に行ってこう価値観が変わるって話ってやっぱあるんですね、実際に。やっぱ日本で当たり前のことが海外では当たり前じゃないことがいっぱいあるんで、だから海外から日本に持ってきたら、日本から海外に持っていくだけでもビジネスになってますもんね。確実になると。そういうのを見るとやっぱり楽しいし面白いし、でまあこっちからすれば宝探しとしてはね、石なんかもこういうのも巡り合わせだから宝探しなんですよ毎回。なるほど。そういうのは面白いしね、そういうのがやっぱりいいかな。で一回海外から日本を見るっていうのが、なんか外から日本を見るっていうのがやっぱりちょっとまた違った感覚ができるかな。まあ、確かに実際海外行った時なんか視野広がったりするもんね。それをでもバックパッカーで行くっていうのがもう、いや、それがすごいやばいよな。なかなかの行動力じゃない。そうです。乾杯しましょうか。じゃあ皆さんお願いします。いや、ルチルを完全にヒカルさん誕生しましたんで、はい、ルチルとしてもう本当に、はい、もう確実にもう全部揃いましたんでルチルとして、これからルチルとして頑張ってもらいたい、ね、私はもう一生で頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はお疲れ様です。どうもお疲れ様です。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 どうですか、飲みやすいでしょ。美味しい。確かに飲みやすいな。これ意外とグイグイいっちゃいますよ、はい、どんどんいっちゃってください。今日はもう思いっきり食べてください。ただでは帰れないって言ってるから。でも本当にこのルチルの効果ってやばないですか。だってここでこのご飯食べてますからね、うん、はい、そうだよね。でこれ今日からまたもしかしたらドーンっていくかもしれないですからね、うん、そう、あの動画の一番最初の俺の姿を見てほしいです。安心でましたもんね。何すかこれ。でも最初そういうところから入るんだなと思いますけどね、うん、僕もだから元から運良かったと思うんですけど、うん、ルチル勝ったことによってさらに運がいいと思い込むようにもなったんですよね、うん、結局なんか自己洗脳にもなってるというか、なんか俺運がいいんだと思って生きてたらやっぱ運がいいことに気づくっていうか引き寄せてる気がするんですよ。だからその結果ポジティブが連鎖して結果的にインスパイラーに入ってるっていう、プラスアルファで本当に宇宙からのエネルギーあるんじゃないかちょっと思っちゃうような出来事が起きちゃうんですよ。こんな偶然あるかみたいな、本当になんか奇跡的なことがよく起きるんで、すごいですよね。だからパワーって、うん、パワーってだから本当に目に見えないけれども、何かしらでも言ったように本当ね、みんな一つだったわけだから、土も石も人間よりも全然長いんですよこれ、うん、何千万年何億年かかってやっぱり結晶として出来上がってきてるから、そう考えたらかっこいいよな。その見た目だけじゃなくて、こいつが生まれた背景、こいつが眠ってたわけやろ、だから土の中に、そう、ずっと永遠に何千万年何億年で、ちょっとずつ結晶として大きくなってるんですよ。うん、しかもいいのがこれブラジルやん、ブラジルって日本の真反対で生まれたっていうのもいいよな。いや、そうだよね、真反対だもん。そう、それがなんかちょっとロマンを感じるとか、一番遠くのエネルギーで、遺伝子ってさ、遠ければ遠いほど優秀な子供が生まれるみたいな言うやん、うん、まさにそれなんやなと思って、うん、一番遠くのものと結びついていくみたいな。めっちゃいい匂いします。わーやばい。じゃあ、はい、食べましょう。はい、こちらですね、はい、めっちゃおしゃれなのに茶虫食べましょう。これこちらですね、アワビガユです。アワビガユ、トカゲの尻尾みたいな、はい、つくしです。つくし、つくしです。いや、いただきます。春です。いただきます。すごい、すごいこれ、うん、やばい、香りがやばいです。いただきます。香りやばいな、これ。うまそう、うん、うまっ。まずこれで胃を整えましょう。つくしってこんな感じなんですね。中村先生って普段何されてるんですか。結構ずっと仕事してるんですか。いや、意外としてますよ。で、まあ、あとはサーフィンとかですね。趣味はサーフィンなんで、もう思い切りやってます。まあ、ここ最近はもう本当ルチル探しまくってます。ブラジル行くんですか。ブラジルまではさすがにちょっと遠いんで、はい、こっち側の香港であったりとか、はい、タイであったりとか、もういろんなとこ行きます。やっぱこの世で最も高い石ってダイヤモンドなんですか。もちろんやっぱりダイヤモンドがやっぱり一番高いです。理由って希少価値が高いから高いんですか。希少価値が高いっていうのもあるんですけれども、やっぱりね、まあ、デビアスっていうところが本当全てを占めてるんですよ。デビアス、デビアス会社ですか。デビアス会社です。もうこの会社がもう本当に一番もうダイヤモンド全部占めてる。占めてる、もう全て、そこからしかもうほぼ出てないです。まあ、ちょこっとあるんですけど、ほとんどそこです。あ、もう独占してる。独占です。それは鉱山、鉱山を、鉱山ごと、えっ、
そんなこと可能なんですか。それはもう元からその土地は持ってたんじゃなくて土地を買ったんですか。もちろん昔からやっぱりダイヤモンドってやっぱり永遠のダイヤモンドということで昔からつけてる方も多かったんですけれども、やっぱりこれをよりみんなにつけていただこうということで、そのデビアスがもう世界中の大宣伝広告を始めたんですよ。じゃあ元は今ぐらいの価値がなかったと、うん、その世間は価値がないというかね、そこまでみんなが体につけるとか身につけるとかそういうのはそこまでなかったんですよ。だって今も結婚祝いって言ったらダイヤモンドみたいなの売ってません。だから結婚祝いダイヤモンドも昔もよく言われてたのが給料の3ヶ月分、まあ、今でも言うようこれ一体誰が作ったって話なんですよ。あ、それがデビアスなんですか。デビアス、仕掛けられとったんですよ。仕掛けられてバレンタインデーにチョコレートみたいな文化でダイヤモンドはっていう風になったんや。いつからか言ったら結婚の時にダイヤモンドを送るっていう風習を作ったってことですか。そうですね、それはもう完璧に毎年毎年50億ぐらいのお金を世界中にかけてデビアスがそれを毎回作ったんですよ。それが日本にも来てるってことですか。日本もちろん来てますって。デビアスやべえな。やばいです。今も日本でもいろいろなデビアスの店ありますが、やっぱりあれがもう本当に全て締めてるだ、なんでやっぱりなかなかね高騰もするし、要は元からそこそこ買っちゃったけどさらにデビアスが価値を乗せたってことですか。そうですね、永遠の愛の印っていうふうなことで皆さんにも意識つけたという、もうそういう感じなんですよ。すげえな。いや、すごいとこなんですよ本当に。おもろ映画でもティファニーで朝食をっていう映画も作って、もう本当に指輪をあげるっていうシーンを他の映画とかもいっぱい作ってるんですよ。もう結婚もしくは婚約したら指輪をつけて二人の絆っていう、それを映画で見せて真似する、見せてみんなにイメージを植え付けさせる。でやっぱり映画を昔の人は見てやっぱ憧れるじゃないですか、こういうシーンを自分でもやろうと思うじゃない。でそれでもダイヤの指輪をプレゼントするようになってきたっていう。でもあれですよね、だから2個買わせようと思って婚約指輪と結婚指輪と分けたってことですよね。まあそういうのもありますですよね。でその後スイート10っていうのを作りました。今度はスイート10、スイート10、これ結婚して10年後にダイヤをまた送ろうっていう、スイート10っていうのもね昔流行ったんですよ。デビアスやべえなやばいです僕ちょっと聞きたかったのが、うん、僕中村社長ってやっぱりずっとこううまくいってからずっとこうキープしてるイメージなんですけど、うん、どうだったんですか。いやそんなことないでしょどんな感じ。大変ですっていろいろと本当に、うん、やっぱし、まあ、いい時もあれば悪くもなればもう繰り返してますね、うん、やっぱりどうしても。でもさっき言ったようにやっぱり本当に楽しんでもしたいし、そこら辺がやっぱりね、まあ、まあ難しいですけどね本当。でもいい時ばっかりにやっぱりなかなかない。今年でちょうど30年目ですけれども、うん、やっぱりいろいろありました。30年って僕が生まれてほぼほぼ丸ごとですからね、うん、いや本当ですね、やっぱりそれは大変ですよ。ごめんな、2歳の時に誕生したこれは。で延々に石売ってますからね。今ぐらいの規模になったら分かるんですけど、もう軌道に乗るまでの大変さってすごいですよ。だって大変ですよ。で特に言ったように石を売るっていうこと自体がやっぱり日本で怪しいというイメージがやっぱり強かったんで、やっぱりそこら辺が結構多かったかなと。だからもう店舗も貸してくれないところも結構多かったし、結構私自身もこうメディアに出だしたのもやっぱりそういうのやっぱ広めたいなと思ったからちょっとメディアにも出ていって、多分そう見ないところもそうと思うんですけれども、出ないとやっぱりなかなかね日本ではちょっと難しかったかなとありますね。でも確かに俺もそうですけど、かなりの多分30代ぐらいの人が中村社長のバリバリバリューとか、そう昔世界バリバリバリューとか、ああいう感じだったんですけど、ありましたね、出てましたもんね。ありえへんとかめちゃめちゃ出てましたね、あの頃は。そう、俺もそれ見たもんな、うん、別世界に見えたもんな。だからもうテレビに映る世界がこう現実とは、自分のいる現実とは違うから、もうそれが本当ちょうど15年前ですもんね。だから俺が17歳ぐらいの時にやっぱ見とるもんな、うん、私が多分イケイケの子です。すごい、今は落ち着きましたその頃に見た人と今一緒にいるってすごいことやで、ほんまに、ね、すみません、こちらのお料理はですね2つもなかになってますので、もう一緒に3度して、え、これ一緒なの、フォアグラとウニと、キャビア、え、バカほどないキャビアとウニとフォアグラやろ、やばい、どうなるともなかにしているじゃん、もなか、確かにこれすごい、そういうことか、これすごいよ、キャビアとウニとフォアグラ一緒に食べたらどうなるんやろ、もっうん、これうますぎる、一口いきました、うん、いやこれうますぎますよ、やばっ。やっぱりその有名な人がパワーストーンのことをめちゃくちゃ補給することってレアなんですかね、僕の動画みたいに。いやないっすね本当に。確かにあれもなんか一歩間違えたらめっちゃ怪しい動画に見えるもんな、うん、よくよく考えれば、まあまあね、俺のキャラクターが相まってギリギリ成立したと思うけどあれ普通やっとったら意味わからへんもんな。でもそもそもだって補給する予定なかったん、あそうなんですよ、元からねそんなつもりなかったし。そうだね、普通にいいなと思って買ったからな、うん、実は後悔してないもんな、あれ買って買ってよかったでしょ、思わへんもんその山梨からが全てつながってますからね。そうですね、でもなんかみんな多分世の中の人ほとんどが頑張ってて、あと何かが足りないっていう人で大体運が足りないみたいな感じが多いと思うんですよね、うん、まあ確かに、うん、運を引き寄せたいというかね、うん、やっぱりあとはね流れをちょっと変えたいという、うん、確かに何かしら、うん、そのきっかけってなかなかね難しいから、うん、やっぱりそういうものでやっぱり少しなんかね流れが変わる、もうこれだけでも全然違うから。でも実際なんかメンタリスト DAIGO さんがポーカーかなんかの時に流れが悪い時に手洗いに行くだけで流れ変わるみたいな、うん、あなるほどね、そういう統計があるらしくて。確かに確かに、
なんかだから普段と違うことをやるだけで流れ変わるんやろ。普段お金使わなかったところにお金使うとか、まあ、ある種一見無駄に思える使い方が実はめっちゃ生きてくるみたいなことって多いから。でもなんか俺的にちょっと思うのが、商売もそうなんですけど、一番成功した理由なんですかみたいなことを言われた時に、うん、運でしかなくないですか、うん、一番の重要なこと、まあ、実力とか努力とかもあると思うんですけど、うん、いやタイミングよく何かがないと舞い込んできてるもんね。舞い込んできてる。でも実は僕も実際そうなんですよね、うん、舞い込んできてるんで、たまたま運要素って絶対必要なんですよ、ね、必要ね、そう、運だけでは絶対成功はできないですけど、運がないときっかけがないんですよね。ないからね。でそれであとはもういかに生かすか、うん、それを、まあ、そうですね、そうですね。そこは本当ガッといけるあれがないとね、またすごいですよね。もうこの師匠を、うん、感じながら背景やばいですからね。そこにドンとありますから、そう、今ここにも今多分すごいこと待ってますよ俺たちこの感じもうここにぴったりハマりそうやもん、これは。そこはまりますね、それ多分。ハマりますか、うん、ハマるハマる。ハマります、ハマります、それ。おお、こっちの方がいいね、なんか。これ、めっちゃいいな。これは何なんですか、元から置いてあったな。それ、オブジェです、オブジェです。うん、これも一緒にいただいていいですか。そうなりますよね。はい、こんなぴったりやね。そうなりますよね。これめっちゃかっこいいって。いや、まだ。色的にも。色的にかっこよすぎん、これ、うん。しかもさっきの声も確かに確実にいいです。これめっちゃいい。これ本当に。これ下から光ってるんですよ、これ。いや光ってないです。光ってるんだ、これ。勝手に光ってるだけです。あ、上からのあれで。そうです。やばこれ。これもオブシディアンっていう、まあガラスなんですけれども石なんですよ、一応オブシディアンっていう、ガラス質の石なんで。これめっちゃいいで。社長でも多分俺の予想ですけど、このセットで持っていかれると思います。そう。ああ、だってこれキングダムセットね。わ、確かにこれ。やばいっす。確かにこれ。そうなってました。なんかどんどんなくなってる。これダブルで多いじゃん。これでいいんじゃん。いや、すごいな、これ。なんかすごいのができたな。これやな、確かに。キングダム大好き。そう聞いてました。はい。守り神だからね。いや、これでしょ。これもう完全でしょ。はい、なんかもう強くなったような気がするもん。完全体制。めっちゃいいやん。いや、今ここにできましたね。はい。できたよ。もうやっぱり。もうこうなると思ったわ。いや、ちょっと、本当。いや、なりましたね、ついに。なんかすまあでも社長からしたらなんかもうこれを言ったからもうまあ別にいいかってなれやん、うん、もうねまあもういいかってちっちゃいですもんいやでもめちゃめちゃかっこいいですねこれ。かっこいいっす。これちょっとやばいな。まあ僕もう本当に YouTube で家でやってめっちゃ多いんで、多分そのためにこれ絶対必ず見せといてください。もうこの石また有名になりますね。いや間違いなくこれもこれから僕のとこにいいことことは全部ルチルってなるんで紐づくんで全部そうなりますよ。ここから上がっていけば上がっていくこと。確かに確かに。これマジかっこいい。ドラゴンボールやんマジで。ドラゴンボールだけど、いやこれ確かにこの上に乗ったせいかな、輝いて見える。いやいやもうマジ違いますよ。いやこれめっちゃ良かったマジ。今なんか今セットオンになりました。確かに、はい、ここに今もしかしてもうヒカルさんの血が入ったんじゃないですか。確かにこれもう完璧な、これを置くためのものにしか見えへんもんなすげえこれ。いや俺もなんであれをあそこに置いたんやろな。すげえマジかっこいい。普通は置いてないもんだけど、ちょっとね綺麗に明るくしようと思ってちょっと置いてたんだけれども、まさかこんなことになるとかっこよこれ前に置けば置くほどなんかなくなりましたから、ね、そうやっぱねこの成功してる中村社長からいただくっていうことに運気が上がる気がする、うんうん、ありがとうございます、はい、やっぱ僕がルチル販売した時に、うん、ヒカルさんから買うから運が上がると思うから買うみたいな人多かったんですよ、うん、誰から買うかも大事みたいな、うん、でも俺それ思うんですよね。やっぱりヒカルさんから買うとコミュニケーションが生まれるじゃないですか。そうですね、それが買ったからうまくいきました。だって俺待ち受けだから、あのルチルの待ち受けにしてる人僕、うん、今まで50人ぐらい会ってますよ、もうトータルで。ねえ、あれすごかった。みんななんかあの待ち受け、ルチルの待ち受けするだけでみんな運気上がってましたもんね。上がるみたいなコメントめっちゃ来て。いや、あのコメントうちでも来ましたよ、はい、本当に。それこそサイクルバーの人全員ルチルになってます。あ、確かに、ね、めっちゃいいですね本当に。一番すごいって1億円稼いだって人おりましたよ。いや、本当に、ルチル言ってましたね。一番しょうもないって言ったら1キロ痩せたのあれ1キロ痩せたのどうでもいいです。それ気のせいやと思うんですよ。それ多分ルチル関係ないと思うすごい。だからね、ポジティブになる、全員がポジティブになれると考えたら、うん、そのポジティブになるきっかけを売ってるってことですから、うんうんうん、それすごいよな。幸せを売ってるってことやから、うん、これ家紋じゃないですか。出ました。え、これ家紋やん。大将の家紋です。やば、大将の、俺の家紋じゃなかったか大将の家紋かすげえじゃあ、すげえ、何がカニ。よし、うわ、めっちゃうまそう。やばいやばい、大箱めちゃくちゃうまそうだね。大箱ガニですね、これは、はい、カニまでだって本体おるものがでかいやつがまだ。あ、そうですね。これ何、これはですね、ホオズキなんですけれども、フルーツホオズキって言ってめちゃめちゃ美味しいホオズキなんですよ。何これ、枯葉と一緒に見た目ホオズキでしょ、でもフルーツホオズキで美味しいです。食べてみてください。ホオズキ自体初めて見ました僕。あ、本当に。普通ね飾って楽しむものなんですけれども、うまっ。
これ美味しいです。うまっ。フルーツになる、うん、今まで食べたことない食感ないですね。これだから学校とかでさ、登下校中になんかおじいちゃんの庭とかにこうあるタイプの味しとる。あるあるめっちゃ盗んでいくやつ。うまっこれ。これ大根やばいぐらい、うん、やばいエグすぎる。北谷さんカニ大好きですね。大好きです。あ、そうなんですか。はい、よかったよ。これはすごいカニ味噌大好きです。おー、マジで。でっかいのがありますよ、カニ味噌。本当に最高っすね、これ。福岡の拠点にしたいっすね、これ。拠点に。いや、本当に。光ジブ、光ジブ。はい、はい、光ジブ、本当に。それいいかも。福岡来るたびにここにね、うん、やってきて。お世話になりたい。お世話になりたい。いいですね。うまこれ。これ美味しい。このカニ味噌めちゃくちゃうまい。すごいね。このカニやばいよ、これ。東京でもこのレベルのやつなかなか食えへんかも。うん、よかったです。うまっ。いや、福岡美味しいですよ。福岡いいっすよね、うん、食材もいっぱい取れるし、海も山も取れるから。東京以外に住むなら福岡か大阪か名古屋かなと思ってるんで。皆さん、宮古島。おー、宮古島ね、うん、宮古島最近浮上しただけなんでね。あれ、僕はもう選択肢なかったんですよ。最近行ってみて本当にいいなと思って。でも本当はもうパワースポットですよ。そうですよね、うん、宮古でサーフィンとかもするんですか。宮古ありますね、できますね、うん、と船もありますし。で、私がやってるのはウェイクサーフィンって言って、はい、自然の波じゃないんですよ。あ、なるほど、人工的な波。船で波を作って乗るんですよ。だから波待たない、作る、船に乗るんですよ。それで大会するんですよ。すごいですね。もう大きな船に水を入れて船を沈めるんですよ。で、出すと大きな波が押し寄せてくるんですよ。それに乗ってやるんですよ。60超えててそんな元気すごいですね。頑張ってます。今度ヒカルさんもぜひ、はい、挑戦してみてください。はい、うん。これ、まあ、絶対しないと思うんですけど、はい、とりあえず一応返事して一応お願いします、はい、これでウェブサーフィン協会またもしかして、はい、ちょっと上がるかもわかんない。サーフィンで だってあれですよね。だからサーフィンのできるところごと作ったんですよ、ね、うん、そう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 、そうなんですよ。好きすぎて好きすぎて湖を買っちゃいました。すごいね、買えるんですか。はい、湖に帰るんやん。その上にあるトランポリンも練習するやつ。そうそうそう、あれも練習ですよ、本当。どこに販売されたの、湖。湖の販売所どこなんですか。湖買おうって選択にならへんの、普通の人。だからあのトランポリンももう飛んだ時のイメージを、うん、へー、みんな若々しくて元気ないけど、みんな大体運動しとるよな、うん、50超えて経営者の人でね、うん、運動してません、みんな。あ、やっぱり運動しないとやっぱりダメだ。だから若々しく俺見るのか。若いっすもん、本当に、うん、やっぱり動いてればね。酒差しちょっと飲んで、今日なんか飲むために来たみたいな感じじゃないですか。そうそうそう。夜長いですからね、今日は、はい、今日長いですよ、本当、はい、今日長いんで。俺中村師匠とちょっといて分かったんですよ。中村師匠って多分おもてなす心がすごすぎるんですよ。そうなんですか。はい、本当におもてなしの人間なんで多分もう。いやいや、ヒカルさんはどうです。あ、僕も、はい、行きましょうか。アルコールが苦手なんで。あ、そうなんですか。あ、でもそんな飲まなくていいです、いいです、いいです。撮影終わってから酔いたいですね。あ、なるほどですね。思いっきりゆっくりで大丈夫です。思いっきり、思いっきり、思いっきりゆっくりで大丈夫です。本当、中村社長がこう、うん、ヒカルさんと会って一緒だったじゃないですか、うん、あの後、うん、ヒカルさんにはちょっと見せましたけど、うん、ありがとうございますっていう動画が届きましたもんね。あ、そうですね。だから本当にそういうなんか送ってくださって、はい、送りました。もう、はい、しかもね、これ私だけじゃなくて石業界自体が盛り上がったから。いや、そうみたいですね。そういうことなんですよ、はい、石業界自体がもう全部がうわーって、どっちのヒカルさんが石を言ってくれたということで盛り上がったから、もうこれがね、何よりも嬉しくて、本当に良かったですね。なんで次来た時はぜひうちがプレゼントしますと言ったんですけれども、まさかあれ。本当だから、その空気読まないですよ。だからこそルチル買ったんですよ。でもあれですよね、ヒカルさん的にルチル業界を盛り上げるために、石業界を盛り上げるためにこれですよね。ほぼレンタルみたいなもんですよ。いや、ほんとレンタル、ほんとあんた返しますしね。ほんとほんとあれだね、終わったわけじゃなくてレンタルですね。レンタルですね。ほんとほんとに一時的なもんね。はい、一時的なもんですね。あの、ヒカルさん家に置いて気を上げようって。あ、そうそうそう、さらに価値上げて、素晴らしい。あとあって、あの、また返して、なんてほぼ一心同体みたいなもんですよ。はい、いや、ほんとそうです。みんな分子一緒なんです。一緒なんです。でも実際僕の家に置いてた方が意思は広まりますよ。間違いない、それはもう絶対なんで。だからそういう意味ではまあいい広告となるんですよ、はい、こいつがね、まあ、いや、もうすごいことになると思う。どうします、ヒカルさんが撮るときこれになってたら。どんどん収支が増えていってね。ああ、家にわたこれ作るかもしれないもんな。ヒカルさんの壁がこれになってた。壁がやばいな。芸能人の方でもめっちゃ意思持ってる人多いらしいですね。いや、めちゃめちゃ多いです。やっぱうち私でもいっぱい来ますし、そういうパワーやっぱり多いですね、本当、うん、実際俺もハイブランドで数百万で使ったことあるけど、これ置くより断然こっちの方がエネルギー感じるもん。天然物っていうのがいいんやろなと思う、うん、その人工的じゃないから。だってあれですもんね、世界に1個ですもんね。
あ、そうそう、そういう意味でそう、これはいい。で、全くこれと同じものを探したってもう無理だし、うん、もうやっぱり石ってやっぱりね、一つしかもうその時出会ったのがもう最後なんですよ、うん、次またもうないんですよ、同じものは。僕だってあの200万で買ったルジル1000万で売ってくれてきましたからね。いや本当に知り合いの人から運が薄そうやからって、次なんか事業したいから運気上げたいから売ってほしいって言われて、うん、断ったんですよ普通に、うん、だから一回手に入れちゃうともう手放したくない、ね、それでいいことが起こると手放すのって大ダメージなんですよ、うん、だから中村氏でもこれ手放すのって結構でも大ダメージ大ダメージ結構ね、多分こんな中いっぱいあるから多分撮影これ選ばんやろうと思ってます絶対ね、これはこれも正直な話、本来ねここに置いてなかったんですよ、ちょっとうちの部屋に置いてたんですけれども、まあ、ちょっとヒカルさんに自慢してやろうと思って置いてたんですよ一番大事、一番大事、うちに分かるところがあったんで、まさかそれを持っていくとはちょっとね、これはね確かに冷静に言うかったら普通絶対2番目ぐらい OK って持っていけばいいのに一番もうどでかいもんまさかここに行くとは思わなかったまさかちょっと遠慮しますよね、入り口のあのあれを遠慮したんですよねあれで遠慮したんですよだから遠慮したんですよあの入り口って一体どれぐらいするんですかあれは。いやでもそんぐらい以上しますね、やっぱり3000万以上は絶対します、ずるいやつ、しますします、もう間違いない、やばいな、こう考えてほぼほぼ入り口と同じのもらっとうって考えたらすごいことだ、いやちょっとやばいですね、いやルチルはやばいですよこの大きさはちょっと自慢するぐらいの気持ちだったんですホテル数種置いたらまた運気上がりそうですね、確かにね、やばいね、そうそう、しかもなんかフォトスポットになるじゃないですか、うん、まあ、それもいいと思うんですよ、うん、結局うちでも本当写真撮ったやつを、あ、そうね、多かったですもんね、 あれを待ち受けにしてるとか、あれめっちゃ多いです、今のにやっぱしてくれてるんで、フォーネグリフも撮ってお願いします、はい、赤い石で赤い石でしょ、はい、それちょっとやってみますよ、それ本当に、はい、僕が好きな言葉を座右の銘とかを彫って、うん、あ、いいですね、それを置いていこうと一言スパッてはホテルを買った日を書いてみたいな、うん、福岡でホテルやることになりそうですね、そうですね、絶対行ってほしいですね、はい、福岡だったら何でも運べますよ、でももう石だらけのホテルだったそうですね、確かにルチルホテルルチルホテルいいね、もうルチル運気上がりそう、ホテルルチルホテルルチルは確かに、でそれこそそのストーンマーケットに競合でやったりとかしてパワーストーンがいっぱいやるホテルって多分あんま世の中にないんじゃないかな、いや確実に世界中にないですね、それめっちゃ新しいホテル、ね、石でできたホテル、ああいいかもいいかも、めっちゃかっこいいですけどね、これがここがこのままホテルになってるのもんでしょ、そうですね、いや確かに運気上がってる気がします、確かに、ね、明らかにちょうど僕らもお金なかったんでちょうどよかったですね、確かに近すぎやっぱ禁酒がいないとやっぱり、ね、何かやっていけないんだね、やっぱり、うん、佐々木さんの会員ももうちょっとそろそろ占っていかんかなってでもやっぱり入江さんもね、僕を中村氏に合わせるのを最初ためらってたんですよ、ヒカルさんを合わせてしまうと、うん、こんだけずうずうしいことになるかわからないから危ないから危険なって言ってたんですけど社長の方から会いたいって言ってもらえたらさすがにね、うん、まあもう行くしかないかって、いやそうなんですよ、もうぜひともぜひとも会いたかったんでね、はい、本当に、でもあと人生が楽しくなりますよ、うん、僕と会ったら、あ、間違いないですね、はい、これからちょっと石と一緒に、はい、ルチュルと一緒に楽しく行けそうです、はい、でもだってこれはもう石業界はもうヒカルさんは中村社長としか組まないって石表示なんで、いや素晴らしい、ありがとうございます、石だけにね、石だけに石だけに石表示はい、でも本当にこう僕がこう石のホテルとかだったらパワーストーンの自体は広まりますもんね、いや間違いないです、だから新しい発想ですけどね、うん、僕じゃなくても中村社長がやってもいいぐらい石のホテルは全然なんかありそうなんですけど、ね、いや一緒にやりましょう、その方が絶対運気絶対爆上がりですよ、だってそれこそだって普通に泊まるぐらいだったら、うんね、パワースポットに泊まった方がいいですよね、うん、はい、いや本当そうですね、どうせやったらね、うん、しかもかっこいいですよ、これインテリアとかも含めてかっこいい、やっぱ大理石とかでもかっこいいじゃないですか、うん、全部石で固めるとやっぱかっこいいですよ、実際だってあの宮古島ホテルも大理石じゃないですか、あのスイートルーム、あれかっこいいじゃないですか、確かに、あなるほどね、石かっこいい、ああいうふうにやっぱりライトつけてるのもあの後ろもあれ石なんですよ、光ってるところも、あの下に、これ、あれも自然の石です、木じゃないですか、いや木じゃないです、その自然の石です、マジですか、自然の石を後ろからライト当てて透かしてるんですよ、すごかっこいい、とりあえずすべて、そんなこともできるんですね、できます、だから石をちょっと薄く切って後ろからライト当てて、石の綺麗な目を見ると、それすごいな、いろんなことできるんで、こんなん壁を全部して光らせたら、ストーンホテルやばいですね、ストーンホテル行きましょうか、ストーンホテルやばいですね、ストーンホテルやりましょうか、本当、もうやっちゃいます。これそろそろ全部資産いろいろ売らないといけない、でも本当にこれ役割だと思うんですよ、お金ってある人が出せばいいと思うんですよ、もう本当にヒカルさんって使う速度が速いんでもう大変なんですよ、確かに、いやでも本当にこれ多分海外の人からも受けるんじゃないですか、いや分からないけど世の中にないからストーンホテルっていうのは、いやないと思う、ないと思う、いやめっちゃオリジナルだと思うから、めっちゃよくない、全てめっちゃいい、すごいっすよね、決まりそうです、ですね、でもなんかそれ
やるだけで絶対お土産買って帰ります、うん、そうなの、まあまあ、そこで販売してたら絶対買うんですよ。それは絶対あるね。パワースポット行きたい人っていっぱいおるもんな、うん、そうそうそう、どうせ泊まれたらパワースポット泊まりたいから絶対。そうやね、パワースポットに泊まれるってことはすごい、ね、いやすごいですよ、そうかったらありえない。もうあれっすね、細木さんからギャル霊媒師から全員連れてきて、うん、全員でここで首脳会談決めたらいいんですか、うん、どうするか、ね、風水的にも完璧な、まあ、あれにして間取りとかにして、ねうんうん、食ったら多分ヤバいのできるんじゃないですか、うんね、それすごいね、はい、泊まってるだけで。僕はこのアイデアと宣伝担当します。あ、素晴らしいです。井出さん何担当します？うん、お金多分土地買ってはこれこちらですお金、お金担当私が石と施工までします。完璧です、完璧です、いけました、完璧です。石と施工だけはもう信頼感しかない石だけでは無理なんですよこれ、はい、だって施工が大切だから、ね、石は本当にうまく間を切り合わせて本当に難しいんですよ。石と施工までします。いやでもこれこの流れでほんまにできてしまったらすごいことこれ大変なことだよ。これそれを追っていくだけでも面白い動画です。社長もこれ、いやいや買ったばっかりホテル、はい、福岡には買ってないんで、はい、福岡じゃないんで、福岡じゃないんで行きましょうか。やっぱり行くしかないですね。やりましょう。いやでもやっぱこの社長との縁をここで終わらせないためにも次につながる一手、そうですね、まあ、このまま長く行きたいですね。これはこのまま、はい、ストーンホテルです、うん、もうこれしかない、これしかないですこれしかない。しかも絶対想像するだけでも絶対いいのできるから、うんうん、これも行くんじゃない普通に、うん、行けそうですね、行けそう。だって全部がフォトスポットなんやね、ホテルの。それがすごい、いやそれやばいと思うで俺、うん、めっちゃいいと思うですよね。フォトスポット&パワースポットです。いやそう、全部がどこでも、それすごくない、うん、でお茶屋さんがここの壁の石いいって言うと触るんですよ。そう、いやそれすごい、いい、ね、めっちゃいい、なんかいいかも、超スピリチュアルな。これ本当にこのままいっちゃう流れですね。伊勢本当にこれちゃんとやってくださいよ、うん、ちゃんとちょっとこれ酒飲もう。あ、そうですね。いやいや結局伊勢さん、そこで行かないと伊勢さんもうずうずうしく行かないと、僕らみたいな若い人間がやっぱね、いや社長も60超えてるんで、こう若者のこの台頭をこう期待してるんですよ、うん、お金用意するの俺だから結局お金を理由に辞めるのって一番の凡人なんですよ。いやマジマジマジ、どういうことですか。いや本当そうなんです、めっちゃ責められてます、ね、いや本当そうなんです。お金を理由に選択をやめるって一番ダサいです。そうそう、ないお金どうするんですか。セリーヌ着る余裕があるんでいけますよ。あ、なるほど、はい、安いかこれ、うん、そうしてでもあれだね、はい、作るという、はい、素晴らしい、それ素晴らしい。まあでももう2人はやる気じゃないですか。いやそうっすよ。でもしこれでできなかったらトミリさん、いや伊沢先生、伊沢先生、そうなります、そうなります。絶対そうなりますよ本当に。そんなこともできんのかってまあでも本当一番大変と思う間違いなく一番大変だって、ホテルなんてもう家1個買うのにも大変なのに、まあ、ホテルとかめちゃめちゃ大変。確かに。でも僕らって宮古島買ったじゃないですか、うん、だから建てたことないですよね、うん、そういう意味で建てるって多分めっちゃ面白い。ゼロからまた作るのは大変です。いやそうですね、ここもそうだけどなかなか難しい。本当に1年2年かかって完成した時の感動すごいんですよ。それはすごいだろうね。多分もうえぐいことになると思うね、多分ゼロから建てるわけだから、うん、もう好きなようにできるわけだから秒で満室になるんじゃん。しかもめっちゃ福岡来たらいいから確かに、うん、やっちゃう？やっちゃうやるんですよ。やっちゃいます、はい、いやもうこれもう後引けないんですよ。もう決定です。これ社長赤ワイン飲んでいいですか？そうや記念に、記念に飲んでるんですよ。記念です。これもうシャンパンではダメだ、はい、もう飲まないと飲まないとやっていけないっすこれ確かに確かに。いやでもこれすごいことになると思う。どういうアイデア。いやしかもそれでほんまにそれが受けたとしたら他にも建ててほしいってくると思うよ、うん、反対にね、うん、あそれは今度はプロデュース、お客さんが望むと思います。これすごいことになると思う、ほんまに。すごいの来たぞまた。いやもうやばい、何これ、すごい竹の子、竹の子だ、やばな。こちらですね、左からおこぜの、おこぜ、はい、あの肝巻きです。真ん中が福岡の闇の常用町の竹の子、高級食材全部出てくるじゃないですかこれエグいですね。いやでもちょっとすごいこと決まりましたね。確かに決まった。これでももう本当に決まった。あこれ決まりましたよエグいさん、これガチっすよ。でこれ井出さん、あのもう言っときます、本当に5月まで着手してください。着手5月まで着手して、本当に頭おかしいでしょ頭おかしすぎるわ本当だってもう本当、頭おかしいですよ今5月って言ってましたね、はい、でもそれがやっぱり時間って待ってくれないんで、さっきの中村俊の話聞いてました。ビジネスクラス48万でも乗るんですよ。まあ言ってましたね、それ。そこなんですよ。もう8万になると待ってたらもうダメなんですよ。本当に。いやそこなんですよね。俺何度怒られてるの。やります。まだですよね。タケノコうま。これマグロなんですよ。このマグロです。さっきあったあのでっかいマグロです。このマグロやばい。肉じゃないやん。本当肉っぽいね。
うまこれ。これやばい。過去10枚だこのマグロ。過去10枚これ。うん、やこれめっちゃうまい。マジ。えぐいですねこれ。これやばい。これの寿司とか食いたいですね。てか味付けが半端ない。これやばい。ステーキとかうまいです。これやばい。めっちゃうまい。塊ですから。うまっ。正直社長ぐらい土台がでかかったら4日かかってもいけるかなって思っちゃいますよね。やっぱり。うん、確かに。でも正直今日は全体重預けようと思ってます。この状態。そうそうそう。本当にね、俺ってね、家止めない方がいいんですよ。本当に変なことになっちゃうんで、カメラ待ってたらもうノリで行っちゃうでしょ。でもストーンホテルは客観的に見ても結構面白いと思いますよ。めちゃめちゃ見たい。いいですよね。別にそんなバカでかいのじゃなくて見てもいいんですよ。めっちゃ重要あると思いますよ。確かに。家さんも明日多分不動産屋でこっち探していった方がいいですよ。お前。てめえ土地探していた方がいいかもしれない、入江さん。てめえは味方だろ。いろいろと、いろいろとやってあげてるじゃねえかよ。いやマジでやった方がいいんじゃん、うん、でもせっかくこの出会いがあったんで、言ったらパワーストーンを広めるためにももっと大きな一手。普通にパワーストーンだけ宣伝してたら15年前の巨人の全盛期超えないんですよ。それを超えるためにもストーンホテルです。これです。ストーンマーケットが次に打ち出すビジネスはストーンホテルです。あ、決まった。ストーンマーケットの何でもない人がいない。ストーンマーケット打ち出す。アンバサダーですよ、ストーンマーケット。アンバサダー怖っ。うまこれ。これ怒る。これうますぎて怒るぜ。おすごいすごいすごい。ルチューパワー出てます。パワー出てます。すいません。はい、もうホテルの記念に決まっちゃいました。はい、これも前開けてる間にまさか決まっちゃいました。アイデアとしてあったんですよ。ストーンホテルって仲間の中にあったんですか過去に。いや今までないですね。ストーンホテルはさすがにないですね本当に。なんてあるだろう。来ましたね。来ました。リエさんの声小さかったと思う。声小さくなってます確実に。お金用意するの大変だ。でもまだリエさん本当にピンチだったらもうちょっと痩せるじゃないですか。まだ食べいけますよ、ね、ちょっとプラスになってますか余裕かもわかんない。リアルにいつになってもいいんでやりたいです。ストーンホテル、うん、光さんいつになってもって言ったらやんなくなるんで。確かに。来年、今年から来年にかけてやります。素晴らしい素晴らしい。いや社長もっすよ。はいはい。であのあれっすよ、あの外野になっちゃダメっすよ、うん、私もやんなきゃね、はい、でも今年ね、でも今年の5月までスタートしてる方がいいっすね。うんうん。うん、だってあと1年かかりないから1年とかかかるわけだ。できるまで。まあ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 、そのインターバル考えたらさ、あらかじめ作っといた方がいいやん。土地どこ。場所は福岡ですよね。そこは福岡はめっちゃいいと思いますよ、うん、福岡俺も好きなんですよ。空港から近いのがいいですよね。もう街中もどこでも近い。最悪ここになってるかもしれない。ここになる。ガチでそれ売るところから動画で追っていったら、うん、それ最高です本当。もうニュースになるやん。ストーンホテル、うん、日本初、世界初か分からんけど、うん、いや世界初でしょ。石だけでできたホテル、うん、それやばいな。あんまり言わんといて、うん、どんどんハードルが上がる。本当にもうマインクラフトの世界やな。マインクラフトだったら石だって作れるやん。みんなピッケルでやるで、ちょっとだけなんかこう壁とか埋め込まれてるとか、うんうん、かっこいいよ。テイトルームはもうルッチェルの部屋みたいな感じになるんですよね。だから部屋の名前を石の名前にするんですよ、うん。あ、いいね。言ったらエメラルドとかっていろんな部屋の名前があるみたいな。アメジストね。アメジスト、ルチェル、はい、とかそういう部屋があってめっちゃ良くないですか。めちゃめちゃいいです。どんどん固まっていく。このアイディアは結構価値あるんで、うん、ちゃんとお金用意してください。本当にだってこのアイディアは俺ですから。石お願いします。石は大丈夫です。石大丈夫です、はい、石は大丈夫です。建築費は建築費は元々建てるやつの施工は大丈夫。ゼロから建てるのは大変やで。本当にでもまあ2人で話し合ってそこはちゃんと決めてもらって。はい。その話し合い入んないです。もう立つ前提だよ。全く入んないです。もうグループラインも存在しないです。でも広告宣伝費の効果ってすごい。すごそうやね。でしかもだって回収できますからね、うんうん、やっちゃいます。じゃあもうホテルだからね。そうそうそう、うん、いや多分回収できると思います全然余裕で、うん、結構普通に注目集まりそうな気するけど、うん、あったらそこだって泊まりたいもんちょっと俺も。ストーンホテル、いやよくないですか。ストーンマーケットがショップじゃないですか、うんうん、そう。ストーンホテルの中にストーンマーケット。いやそうですよね。これ最強っすよ。なんかだんだん俺が全部お金払うような話になってる。全部俺たちストーンホテルって俺関係ないですもんあんまり。いやいや社長のためにやっぱりちょっとそこは譲ってあげたいなと思って。譲らなくて、まあ、ストーンマーケットの中にありますからね。ストーンあれ
ちょっと残念、譲らなくて大丈夫、大丈夫、大丈夫。リアルに福岡に建てるってどれぐらい必要なんですか、お金って。まあ、場所にはエリアにもよりますね。まあ、場所にはよりますけど、同じぐらい、10億。うん、まあ絶対いるでしょうね。じゃあ頑張ろう。確かにね、10億ならいけるか。いやもうマジで昔数百万使ってて言ってて、数千万使い出して数億使い出して今数十億だ。こうなっちゃいましたか。そうなんですよ。いや確かにね。でも僕めっちゃ硬いんで、僕結構節約するタイプなんですよ、いろいろ。一人がドーンって使い出すんですよ、うん、それをね、やんないといけないんですけど、社長ちょっとあの、ね、もうチームになったじゃないですか、ワンチーム。いや、困るとやっぱり、ここで触れちゃうから、ないものから僕は袖は触れないんで、チームとして、やっぱ社長、フォワードになっていただいて、はい、僕ら全然前に出てるじゃないですか。僕、運命共同体なんで、はい、上がるときも落ちるときも一緒ですから、チームになります、チーム。まあ、まあ、ワンチームは大切よね。ワンチームは大切、まあ、しかも絶対おもろいし話題になる。それはありますね。大きな一点になると思うけどな。そう思ってる。すごいな。いいですよね。すごいすごい。これはいいアイデアですよね。これはでかいでかい、いけると思います。しかもやるならストーンマーケットのやっぱ社長がいるっていうのはもう信頼ですもんね、うん、結局ね。それはそうですよね。来た来た来た。でも福岡来るんだったらストーンホテル。まあ、でもそれ大切ですね。ですね。うん、もうほら僕たち広告も得意なんで。いやいや、頑張ってやります。間違いなくやってます。今間違いなく俺が作るようになってるって。ちょっと入江さん、まあ、一緒にちょっと。まあね、うまく。一緒にうまく。よし。あ、一緒に作りましょう。考えましょう、考えましょう。一緒に。うん、あ、金かかるな。やっぱホテル業行っちゃうとかかると思うよ、絶対。いや僕本当に思ったんですよ、僕。うん、結構稼いだんで、うん、ああもうゆっくり暮らせるなと思ったんですけど、めっちゃ使う人がもう一緒になってるから、どんどんなくなる。でもそっちの方が面白いですよ、人生は。なんと。やっぱもう守っててもね、どうせお金って墓場の持っていけないんで、結局一緒です。ですって。だって別に借金しても死ねるんですよ、人って。うん、そういうことです。すごいです。はい。いや別に100億持ってても、借金100億あっても、死ぬ時は一緒ですから。はい、僕あのここに来る前に、うん、今日朝、うん、ポストの中に、うん、荷物いっぱい入って取ったんですよ。うん、予定納税が来て見た時、うんもう予定どおり考えずに使うから。確かに、わかります。わかる。これはもう経営者として、経営者として先に、特に去年とか稼いでたら今年に先に払わなきゃいけないんだわ。まず半分だからね、大変なんよそれ。失敗しちゃうと奥来るんですよ、奥。やばい。予定の奥来るんですよ。それはやばいね。やばい。しかも先に出すお金だからさ。で、まあ、この家建てる余裕があるんで行けます、社長。見えてます、見えてます、それは見えてます、はい、これ次が次こちら馬刺しです。うわ、やば。よかったら現場開発奥の機能からすごいっすね。このタイミングで馬刺し来るのが来ましたね。うまっ、うん、これこのレバーうまい。これカノさん大好き馬刺しじゃないですか。次元違いますね、馬刺しの。カノさんが馬刺し好きっていう情報は得てます。ありがとうございます。はい、大好きです、マジで。はい、うまこれ。これマジで未来が楽しかったな。いやいろんなことがあるな。こうなると思ったんですよ。思ったんですよ。だから社長と合わせるとちょっとためあったんで、あんま合わせると、うん、どんどん広がってきますね。いろいろ依頼しそうだな。間違いなくそうなるのはもう確実です。いや、多分グループラインで願うを叶える会っていうのがあるんです、うん、でそこで多分1ヶ月後に、うん、ストーンホテルっていつですかって言われて、覚えてますかね、ちゃんと。忘れない。結構ね、本当覚えてる。しかも動画がこれ多分ね、ずれて出るんで、出た時には絶対思い出しますもんね。間違いない。え、ちゃんと進んでますかって、どうなってますって届くんですよ。面白いですね、本当。なんか入江さんの知り合いが一人来たらしくて、なんかもうすぐ来るみたいです。サプライズゲストって言ってました。とにかく飯がうますぎて、いや本当に美味しかったです。トラフグとか目の前で先さばいですよ、このぐらいのやつ。よかったです。すっぽんとか、すっぽん、フカヒレ姿煮みたいな、えぐいぐらい。いや、やばかったです、本当に。九州の美味しいやつ全部集めてきました。やばかったですね。うますぎて、この完璧でした。皆さん、ちょっとはい、福岡の会社で多分ちょっと聞いたことあるんですけど、アニマルホームの社長さんがちょっとブレイキングダウンでよく聞く名前。あ、そうだ、ありがとうございます。ちょっと一緒にヒカルさんに会いたいってことで。あ、そうなんですね。もしもし。アニマルさん、ほらブレイキングダウンでスポンサーもやって、あ、見ますね、それで。はい、よろしいですけど、はい、一度多分お会いしたことがあるんですよ。そうですね、パーティーかなんかだったんですよね、ブレイキングダウン終わりかなんか。終わりです、そうです、そうですね、はい、写真撮っていただいて、はい、ありがとうございました。すごく緊張しました、その時。めっちゃ白いですよ。確かに。今日も純白で。純白で。全然心の中で。はい、
いやなんか小島さんが光、はい、さんと一緒になんかいろいろせっかく光さんこんだけインフルエンスロールとかこんだけすごいんでなんか組めたらいいなみたいな話が俺に来てたんですよ。でそれでちょうど福岡中村社長さんも行けますよって言ったら、うん、ちょうど来てくれるってことで来てもらったんですけど、ちょっと一緒に話した時に、はい、中村社長のところにたまたま俺たちルチューの動画を上げた後に直接中村社長のところに来て、うん、ルチューのめちゃくちゃいいの買って帰ったんです。そうです、はい、もう早速ルチューつけてます。そうなんです。もう皆さんでルチューだらけです。確かに。じゃあなんか一緒にこうビジネスする可能性があるっていう話をしてて、それこそもうそのストーンホテルを建ててもらっていいじゃないですか。リカさん、リカさん、リカさん、死後が抜きすぎる。全く理解できない。大丈夫です。大丈夫です。もう大体俺たちの中で固まってますんで。じゃあよろしくお願いします。言ったのが、うちも運気が上がる、家とかなんかできないですかねみたいな相談が来てて、なんか例えば中村社長と小島さんで組んで、運気の上がる家とか作ってもいいですよね。だから運気の上がる、僕たちはあのホテルを作りたいって言って、ストーンホテルを作ろうと。石だけのホテル。石だけの、石だけですか。はい、もうホテル自体がパワースポット。でもちょうどそれだけ空いてるんですよ、ポジションが。え、どこにですか。それはまだ。あ、僕があの広告集客。私が石です。土地で、あの土地で。はい。ああ、そうです。土地がでも一番高くないですか。土地で。一番高いところでさえ行くんで。なるほどなるほど。ぜひ建物をお願いします。わかりました。木造、あ、でも石ですよね。内装鉄拳、鉄拳鉄拳で石であれば大丈夫です。カジノヒカル君に、はい、あのやってもらいたくて、カジノやってもらいたい、それのお手伝いをしたいなと。オニマルホームが儲かればそれに全ベットしたいなみたいな思ってるんで、すごいっすね。オニマルホームが儲かれば全ベットするんですか。はい。結構僕はヒカルさんに言えない言葉です。全然とは言えない。怖すぎて。怖すぎて。今はやばいですね。全然と。長瀬さん、うん、この経験を踏まえて、全然ってやばくないですか。やばいです。やばいです。すいません。おお、でかっ。はい。え、これもう半端ない。以前のあの500万のやつよりも。いや、まさか。もう圧倒的にですよね。圧倒的にでかいです。もうやばいです。が、ヒカル君の。そうですよ。ものに。レンタルですか。レンタル。無期限レンタル。所有権はないよ。やばいですよ、これもう行っちゃいます、本当に。あと外にあるでっかい石も行っちゃいます。これがプレゼント。あ、はい、なるほど。これもんですね。これもんです。これが自宅用で、外がホテル用なんです。これ、本当大変なことになりますよ。すごいですね。持っていいんですよ。はい。これ本当に重いですね。本当マジでやばいです。これやばいです。これはもう本当私のこの30年間ストーンマーケットのこの人生の中で一番最強です。それを奪われます。一瞬で一瞬で。軽くどれがいいって一言言っただけのために。ちなみにオニマルホームってどんなことやってるんですか。不動産系っていうのはまあホームが出てるの分かるんですけど、新築の注文住宅メインにやってまして、注文住宅と企画住宅とあとは建売住宅全てやってる会社なんですけども、福岡でやってるんですか。基本的にそうですね、福岡から、まあ、九州一円なんですけども、一応大阪とあの千葉でもやってまして、で千葉はちょっとフランチャイズっていう形で今やってる感じです。だってあのブレイキングダウンのスポンサーみたいなさ、絶対さ、オニマルホームと喧嘩が多いやつ、はい、よっぽど儲かってなかったら無理やん、ずっと無理。だから本当にまあちょうどね、ストーンホテル一期生として、ちょうどなかなか取れないですからね、ここね。いや、はい、だってこれも初期面に入れるってことですよ。確かに。これすごいことですね。今日決まったんで。これノンタイトルみたいな感じ。メンバーを。ノンタイトル始まりますって。始まりますよね。ノンタイトル始まりますよ。ホテル建てるっていうね、野望が今あるわけです。なるほど。村長ぐらいメンヘラなんで。出れないです。メンヘラやばいです。サイコパスとかソシオパスとか流れますけど。だから成功するっていうのもあるかもしれない、そっち系の人は、はい、うん、プライベートは2回失敗してて、うん、あ、なるほど。バツ2で5人いるんで、すごいなんか歴史ありそうですね、聞けば、うん、ありそうですね。面白いですね、なんか面白いキャラしてます。面白いキャラですか。だから何歳バン中村さんと同い年、同じ。え、何歳ですか。38です。 38? いえ、誕生日が3月8日だったんで。昨日だった。何歳だった。 40? 昨日、38で46になりました。あ、昨日誕生日だ。46? 若いっすね。P3 飲んでるんで。あー、毎日飲んでます。
ちゃんとバッグにも入ってますよ、うん、なんかパッと見たら、ほんとめっちゃ金持ちのなんかさ、うん、ろくだらし息子みたいな。そんな感じですか。この感じの格好は。あ、今日特別。いやいや、めっちゃ若いっすね。若く見られます。やばいっすね。30代ですね。30代です。見えないです、本当に。うちは少年なんです。すごいですね。無事この会でホテルを建てるっていうことが乗ったいというメンバーの4人目が決まりました。ちょうどよかったね。そうですね、はい、これデザイナーとかもちょっと乗ったいというメンバー必要じゃないですか。はい、入れますね。いりますね。最後ちょっと食べますね。この、はい、白子です。あ、白子のウニ、やばっ、やばない、普段の白子、やばっ、すごない白子の大きさ、これでかすぎるもん。これ美味しかったですけども、タンシチューになってるってことですね。そうです、白子のタンシチューです。やばっ、最後のかけてたピースが鬼丸さんの加入によって完成したなっていう。そうですね、できました。今日も乗せてきたんで、確かにね、これも確かにめっちゃ行けますもん。確かに確かに、これ買いました。1週間前ぐらいですか。完璧じゃないですか。これがさすがに1100万ぐらいで売られてた。高い、ちょっと買えなくて、はい、これでも520。高いっすよね。ワンポイントなんですか。ホワイトゴールドにワンポイントです。あ、ワンポイント売ってるんですね、今。そうです、そうです。そうなんや。これの新型昔なかったんですよね。なかったです。新型で出てます。え、この日のために買ってきたんですか。そうです。あ、そもそも昔あのミクル君と成人式にフェラーリで突入するっていう動画を撮りたくて、そのためにフェラーリ2台買ったんですよ。どんな行動力してるんですか。え、でも実際リーガーホテル、あの佐々木さんとかもみんなホテル取って予約したんですけど、急遽キャンセルも。なんでコロナ。そうです。あ、確か俺とミケル君が成人式行くんだった。行こうぜ。コロナで中止だった。確かに。そのためにフェラーリ買ったの。フェラーリ買ってたよ。コロナだったのがヒカルさんじゃなくてミクル君がコロナ。そうです、そうです。今だから言えるんですけど、急遽何日か前にキャンセルになりましたよね。確かに。やばっ。買って終わったそうです。3200万、2台で7000万のすごい。ローマンとポルトビール買って、2人でこう乗り込んでもらえたから。それサプライズだったってことね。そうですね。しかもあの時めっちゃ高い寿司屋とかも全部予約してた。そう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 。この情報僕らとかで来てないですよ。確かに。僕らが買ってたっていう人すごいな。で、1年後にしょうがなくって言ったらあれですけど、バンさんとかイータロを連れて、あれがちょうど1年後だ。そうです。それで中村社長のところに翌日来た。なるほどね。そうか、その時だ、はい、その前にあったんだ。すごいな。そのためにすごっ。いるんですか、そこで。レンタルとかって分かりますけど、確かに。で、乗ってもらおう。どうしてるんですか、このフェラーリ。だってそんな乗れないですよ、こんな何台も。置いてますね。売ってないですか、売らないですか。売らなくて売ってます。今さん、ちょっと変わってますね。なんか喋ってる感じなんかちょっとヤバい人なんだな。いい女意味で中村大先輩がいるんで、もう後をちょっと思うかな。でも九州にこういう人って言うんだなと思いましたね。俺も若い時って唯一中村さんだけじゃん、九州でウェイブ言わせてる。だって別に鬼丸ホームの訴求とかで話はなかったんだよ、あの成人式って。ただ単に成人式行くだけの話でしょ。そんな感じでした。ああ、そうなんですか。僕ら通常聞いてなかったんですよ。いや、もうめっちゃ前のこと覚えてないですよ、3年ぐらい前だって。2人で行ったら面白いことになりそうだねみたいな感じですよね。やばいよ。そんだけ準備してたんですね。はい、あれはショックでしたね。そりゃそうっす。いや、俺たちそんなこと思ってないっす。知らなかった。その行動を聞いただけでいかにすごい人か分かりますけど。確かに。パッて普通にノリでも買えないっす。確かに。1台でいいじゃん。しかも別々で一緒に行こうってじゃないですか。そうなんです。なんで2台なのかっていうことですよね。鬼丸さんって元々1台目なんですか。元々でも工務店を父親がやってまして、でなんか一緒にするのが嫌だったんで別で立ち上げたのが11年前です。2代目のような、でも名前を引き継いでやってる。その会社はないんですよ。鬼丸っていうのは本名なんですか。本名です。かっこいいですね。鬼丸直樹と広樹で双子でやってたんですよ。最近去年ですね、はい、一応鬼丸ホームと鬼丸ハウスっていう会社が別れたんですよ。兄弟仲いいのが羨ましいな。仲悪かった。いや、悪くはないんですけども、はい、今正直ちょっとバチバチかもしれない。バチバチ鬼丸テントの鬼丸テントの、なんかすごいバチバチが伝わりますね。鬼丸テント皆さんから言われて、いや、そんなことないよって今まで言ってたんですけど、もういいかな。どっちがお兄ちゃんだ。あの自分が、ここまで成功しても喧嘩するんじゃないですか。確かに最近一緒にいないなと思ってた。そうですね、昔の動画見るとほぼ2人でいいの。最近はもういいんで。なるほどね。まあでもお互いこう伸ばすためにこう別々で
やっていこうっていう、お互いの色を出していこうっていう。面白いですよ。逆に鬼丸さん、鬼丸さんちょっと掘りたくて気になるもんね。ちょっと掘ってくれませんしかも多分なんかこう、失敗の声だったらすごい格好出てきた。確かに本当にやばそう。家行ってみたら27の子供がいるんで。27？ え？7歳の子がいて、僕の5つ下って。確かに。になります。18歳の時の子供。あ、そうです、そうです。やばい。で、去年子供ができて、おじいちゃんになったんですね。おじいちゃんになったんですか？孫ができました。え？しかもあのブレイキングダウンで表には出なかったんですけど、戦ったんですよ。息子が？自分と。え？誰が？僕がブレイキングダウンでオーディションの会場で息子が喧嘩をつけてて、あの父親に捨てられたっていう。息子と戦ったんですか？殴り合いで。殴り合いで。でもこの動画実は出てまして、うちのチャンネルで出してる。1万人ぐらいしかいないチャンネルなんですけど、110万回今以上。親子喧嘩。親子喧嘩。鬼丸戦争って親子喧嘩。親子でいろんなところで。一番すごいね、それ。一番やってるブレイキングダウン。キキっすね。でもそれを表に出すとやらせじゃないかっていうのを、はい、それでミクル君は出さなかったんですけど、なんかバンの中村さんは絶対出した方がよかった。九州男児の地ってことなんですか？そうですね、北九州なんで。すげえ。親子喧嘩をそんな喧嘩の前でみんなのやるやばいですけど。僕見ましたよ、その映画。ほぼほぼってバキの世界。確かにね、ユージロー。ユージロー、バキのやばいな。おもろ。本気では殴れなかった。おもろい。さすがに。ちょっと次回、不動産やってる人の家って家にこだわってそうじゃないですか。中村さんってやっぱストーンマーケットで一種ビットじゃないですか。確かに。どんな家住んでるのかっていう。まあ、自分も弟も記者で立ってる。ただもう中村社長の家がすごすぎて、はい、全然大したことないんで。あ、でも水曜サンデーまでになんかメラリーで買ってもらって。でも一応中庭にプールがあってスライダーもなんかついてる。すごい。ここだけやめたらダメっす。もうダメっす。一回行ってみたいですね。その歴史をたどったらヤバそうだ。確かに絶対面白いですね。そうですね、結構最高ですよ。ツッコミどころが面白い。ちょっと面白すぎますね。確かに外がもうなんかキャンプがいいやつ。確かに、なんかあれも見に行きたいですよね。確かに見に行きたいですね。あれなんならこれもすごい。これあったかいもんな。これあったかい。確かにあったかいですよ。これさ、ガラスの中入っとるのに、だってこんな密室でなんで火が燃えてるのが謎です。確かにめっちゃおしゃれ。でも二酸化炭素になっちゃいますね。これすごいです。熱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 いです。なんかちょっと前三周するっすね。なんか鬼丸社長ちょっと俺めっちゃ面白い。絶対面白いです。結構マジでなんか男気チャンピオン出てほしいです。いやいや絶対おもろいです。マジでもう分かるんですよ、キャラが。やばい。男気チャンピオン止めてくださいですか？確かに。インスタと TikTok では結構ジャンケンしてます。いやもう返答がちょっと。でも木原さんのこと好きっすよ。だって俺キャスする時に男気さんのとこも行ったんすよ。です、行きます。なんか1時間8万ぐらい仕事と恋愛で。あの動画見に行ったもん。行きます。やばいじゃないですか。いやでも木原さんのこと結構好きっすよね。いや大好き。マジか。でも俺からしたらちょっとツボ入ってるんで。ちょっとなんかこうプロパイさんみたいな感じになるんですよ。確かにあれですよね。なんか泊まりに来る企画と泊まりに行く企画ですね。はい、なるほど。やっぱ中村社長と釣れますって言ったらあれやですね。まあ。まあ鬼丸っていいから。いやだみたいな。いやほらメンバー集まってキャスさんのちょっと被害者の回っぽくそう思ってる。はい。こっち俺ちょっと負担重くないですか俺。それもう逃げられない。大丈夫です。はい。モデル化しましたから。本当に。いやすごい会やなこれ。まあでもいろいろ決まってますよ。あの確実に。あの中村社長とかやっぱパワー強すぎっす。やっぱこんな出会いもね、中村社長との出会いなんてすごいのに、まさかの鬼丸さん。鬼丸さん、鬼丸さん、鬼丸さん、お付き合いください。鬼丸さん、ちょっとお手洗い行きたい。鬼丸さんですね。あの本当チャンネル受けます。絶対受けます。いやなんかずっとボケた感じがなんかいいんですよ。なんか本当に。めっちゃ優秀な人って分かるんですけど、なんか抜けてそうじゃないですか。なんかこうサイコパスか、そう、なんかこうなんかそのちょっとずれてます、ね。人の大事な部分欠如してる。これがちょうどいいですね。なんだろうなあの感じ。いやあれなんか説明してないけど、なんか新しい新キャラさ。多分あれはちょっと多分ニュータイプ。いや多分あれ本当はえぐい多分過去出てくると思う。だってバツ2で子供5人いて。
て、まず俺らが親の権威出するとか、フェラーレ2台買うとか意味わからへんやん。エピソードおかしい全部。まさか、鬼丸市長、これできた。え、エブリできた。え、それは違う。鬼丸市長、鬼丸社長、これじゃないです。鬼丸社長はマジ多分破天荒の極みやと思う。あ、でもあの人ヤバいと思う。確かに。めっちゃ俺のことを見てくれとうから。熱い思い語られましたもん、いや、しかもなんかまだ40代なんで、ちょっと多少振り回してもなんか大丈夫です。はい、すげえ。うわ、すごっ。この景色ヤバい。ヤバい。やっぱこれいいな。めっちゃ綺麗。これかっこいいわ。ヤバ、これ。あの奥の石もヤバい。確かに。何これ。これめっちゃかっこいいで。かっこいい、これ。なんかクリスタルが中に埋め込まれとんで、やばいな、この家。かっこいいよ。いやー、キャンプファイヤー家でできるんですね。うわー、すごっ。しかも結構な火っすね。あの位置もいかつい。確かに。あれなんなの、かっこいい。あれでかっ。動かない、これ。これも水晶の1本。雷マークみたいな。かっこいい、これ。これも水晶1本剣で。これすごいっすね、これ。これすごいっすよ。こんな細いのにこう支えてるのすごいっすね。ほんまや。やばない、これ。いや、これもめっちゃ重いです。これすごいよ。これかっこいい。わあ、いいなこの景色。全部がもうなんかこう、どこ撮ったら映える。VIP って感じだもん。いや、マジでどこ撮ったら映える。これやばいっすね。景色が綺麗すぎる、まず。映った画面が。この芝生とかもなんか普通におかしいもんね。こっちが。冷静。まあ、冷静おかしいね、敷地がやっぱ。このだって、ここだけでクソ部屋とかできるんですよ、ね。いや、ほんとそうなんだ。カメラが喜んどんじゃん。確かに。 iPhone がな。 iPhone の真骨頂、これが。いつものより iPhone の充電の減り減り少ないやろ、多分。もうなんか悪いっすね、これ。これからの YouTuber の世代ごとのあれっすね。初代で2代目で3代目あの、やってきたこと。はい、だいたい12年周期ぐらいだ。生まれるちょうど。なるほど、なるほど、はい、14年くらい、ちょうど。ああ、確かに。ちょうど人まれが流れてます。それがすごいよね。若すぎません、この。いや、若すぎます。いやー、ここから始まるのか、ホテルが。始まります、始まります、ストーンホテル。ストーンホテルやるメンバーなんか悪そうじゃないですか。いや、俺、ストーンホテルに置きたいので言ったら、これっすよ。これやばい、これやばい、これやばいでしょ。これ置きたいでしょ、これ。はい、持ってきます、これ。これもホテル入れる。これ、進撃の巨人がいた、あの子がいたとこじゃないですか。あ、兄ね、兄。兄が、兄こん中いたでしょ、絶対。これやばいよ。あ、クロスエグない。かっこいい、マジ。持ってきますよ、これ絶対、確実に。このまんま。やっぱ福岡だったらもうどこでも持ってきる。どこでも行けるか。はい、ホテル新築で作りますか。はい。木造が得意なので、はい、木造でなんかできないですか。木と石とセットです。あ、石とセットで。そうやね、セットやね。そう、もうやるしかないですね、ここはもう。逆にやらなかったら何のために今いるんだって話。本当にやっぱ邪魔になってくる。皆さんの光チャンネル見てますよ、ね。これすこれす。俺がいつもこれす。やらない感じだね。これすこれす。いつもやられてるやつ。やっぱその鬼丸さんのやっぱこうね、出番を考えて も, もうこれ参加してもらうしかないっすよね。うん、間違いないです。間違いない。なんかだいぶ中村社長は早く自分 の, あの責任をどうやって取ろうかっていう。今石から先行前結構幅広い。ここ完璧です。鬼丸ホームがいたら完璧です。助かります。はい、で、 でもこれすごいっすよね、演技はね。おうおう、メンバーちょっともうちょっと俺の責任減らしたいから、あと 2,3 人欲しい。あと 2,3 人。でも何としても実現させたいですね。ここになんか、あ、俺の代々伝わる土地いいよっていうやつ。はい、本当それぐらいですね。出てきます。いいですね、いいですね。出てくるんですか、なんかすごい。いや、可能性ありますよね。土地使ってください。ここ入りたいですって人。もうこんな土地は俺は一生売らんかったけど、300年間ずっと守った土地を一緒にやろうっつって。でも、こう思ってみたらみんな喜ぶと思うんで、結局幸せになるじゃないですか、こう泊まりに行った人は。確かに、間違いない。だからやるべきここでもいいっすよ。ここにする。ホテルでもいいっすよ。これでも、マジエグいっすね、これ。やっぱカジノ実現。カジノやりたいすごい好きで、みくるくんともやりましょう。行ってですね、みくるくんにワンベッド800万、はい、行かれたっていう。え？どうぞ。ちょうどあのノーベルブライトの雄大君と、はい、ラッドウェイズですのお母さん、コミクル君と吉田君と、はい、韓国に行って、はい、自分たちもちょうど行ってて、はい、1000万をベットして、はい、ちょっと何倍か5倍ぐらいしてくれますかって言ったら、あ、余裕っすみたいな感じで行ったんですね。で1000万下ろそうと思ったんですけど、なんかカードが限度額が、あ、はいはいはい、あります、ね、1枚なんか400万しかで、2枚しかなくて、はい、800万でミクル君に渡したら、これをどう増やすのかなと思って、そしたらワンベッド行ったんです。はい、オールイン、オールイン、いきなりですよ。
でタイだったんですね。タイと同点で、はい、あのかければ8倍だったんですけど、はい、同点で戻ってきて、はい、でまたバンカーにゴールイン、はい、でまたタイだったんですよ。で3回目ミクル君が言った言葉が、はい、タイに行こうって言ったんです、はい、で周りがいやいやいや待て待てと、はい、ありえないじゃないですか、はい、まあ、完全的に、ね、タイ3回連続、はい、で結局バンカーに行けて、はい、3回目もタイだったんです。でかけてたら6400万ですね。で最終的に最終的にバンカーにミクル君が行ってこれやばいなと思って僕は100万円、はい、クレアに行ったんですよ、はい、で意味わかんないですよ。自分のお金で800万円って100万円くっていやもうそれで終わるじゃないですか、はい、多分この流れやったら終わったら面白くないんで、はい、でプレイヤーに100万円いったら結局プレイヤーが来て、はい、じゃあ200万あったら分かったら負けてるやん。800万でもそれこそあのねフィリピンで行かれてたよね。あ、はい、倍にしようっていうことで200を、おー、なるほど、400で400、800でまた倍にすれば1000じゃない、はい、でもなんか200をまたワンベッド行ってなくなりました。あー、それ僕に多分託さないと。社長だから選ばないと人を。ギャンブルは光ですから、はい、格闘技はミクル君ですけど。今ここでこの中でプロポーズしたいっていう人が実はプロポーズいるんです。絶対鬼丸さんでしょ。格好的に格好からこんな頭おかしいことするとこの人絶対に。いや実はそうなんですよ。ちょっとそう、今日ちょっとそうなんです。なんとここでプロポーズってどういうことなんですか。どういうことですか。意味わかんないです。意味わかんないです。どんなプロポーズですか。これだけでもらっていい。おじまさん、ほんと何してんの。おかしい動画で今付き合ってる彼女を、はい、いやいや、それはいいですけど、パティ出演でやることじゃないでしょ。どう考えても大好き。だから小島さんから、はい、このタイミングが一番絶対間違ってますタイミング。まあおもろいですけどね。多分このタイミングが多分一番俺はいいと思う。いやいや、いかがいかが、分かるでしょ、はい、動画の流れ上多分、はい、これが一番いいっす。いやいや、確かに、はいはい、どうぞ使ってほしいと思って。もうじゃあ、はい、使ってください、この YouTube、はい、じゃあちょっと手紙に書いてきた。手紙ルーズリーフなんですか。ルーズリーフ。ヒルクライムバグってヒルクライムやんけ。これ読めますめっちゃ読めづらいですけど。うん、見づらいです。ちょっと待って。マジ見えないです。文字が見えない。かおりちゃんへ、今この手紙を書くにあたって胸がバクバクと言葉に詰まってしまうほどあなたへの思いが溢れています。2年前の4月同級生の店で初めて会った時のこと、今思えば運命的な出会いだったと感じています。実はあの時バッグに離婚届を持っていたけど、かおりちゃんの笑顔に惹かれてあの時から心の中に特別な場所が生まれ始めました。それからずっと会えない期間もあったけど、ファン中村さんとイータローを成人式のイベントに呼んだ時に偶然の再会があって、かおりちゃんとの思いは大きくなるばかり、まるで運命に導かれているようなようでした。付き合っておよそ1年、去年はタイや台湾に行ったり6回も韓国に行ってカジノをしたよね。一緒にいて楽しいのとホッとするのと、そばにいるだけで安心します。泣かせたこともあったけど、すごく濃い付き合いができていると思うし、かおりちゃんの存在は僕の人生を楽しくしてくれています。将来ひかるくんがカジノ経営を実現してくれると思っているので、その時は一緒にカジノに行きたいよね。バツ2で子供が5人もいてたまにメンヘラサイコパスな一面を出す俺だけど、いつも辛抱強く振る舞ってくれてありがとう。この思いをいつ伝えようかずっと考えていました。今日はひかるくんをはじめ中村社長、入江社長やスタッフの方々にも支えてもらって、この思いを伝えることができています。聞いてなかったっけ。かおりちゃんの存在は自分にとってかけがえのない存在です。かおりちゃんがそばにいてくれるだけで元気をもらい幸せを感じます。かおりちゃんと一緒に歩んでいきたい、一緒に笑い涙し喜び合いたい、これからの人生の道のりを共に歩んでいきたいと思っています。俺と一緒にいたら今よりも
泣いてるじゃないですか。煙たいだけ。今よりももっと楽しい思いをさせるし、サプライズもするし、一生幸せにする自信しかないです。結婚3度目にして、実は初めてのプロポーズです。3度目の正直ということで。すごい。これティファニーのフォーエバーっていう、はい、永遠にですね。うわーすごい。すごい。すごい。サオちゃん。僕と結婚してください。もちろん。うわー、すごい。おめでとうございます。いやこれ中村のところで、これこれで、これで、ね、オニマルフォームのところでないんだよ。全然いかない。これこれこれ中村社長のどうなってますか。これどこで出し込んだ。ヒカルさん、あのでかいルチルのおかげで。確かにね。なるほどね。すげえ。何本ですか。108本のタバラですね。永遠の愛を見てよろしくお願いします。来た。うわーすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一個。まだある。ティファニーでヒカル君とコラボで、お本人がすごく欲しがってたやつなんで、おすごい言ってて。どんどんどんなやつですか。ちょっと開けてみましょう。あのポケモンコラボのやつですよね。いやハードル上げないで。あのこんなやつです。ああこれ新作っすね。そうですそうです。おめでとうございます。ありがとうございます。すげえ。パワー強すぎっすよ。ルチルパワーストーンすごすぎ。ルチルパワーです。ルチル、はい、すごい。中村社長、これ何の影響ですか。全てルチルパワー。いやこの展開誰が予想してますか。意味分かんなすぎるじゃないですか。流れがもうね。ここの家のパワーすごすぎません。そっちは煙で。でも奇跡ですけどね。場所も相まって本当に煙たかったです。いやマジで森山さんおもろすぎるでしょ。マジでやばいっすね。そんなキャラじゃない。いやだいぶこのキャラでしょ。鬼丸さん多分ね、絶対世間の人からしたらちょっと怖いって多分思われてる。僕のチャンネルと相性めっちゃいいっす。確かに。いややばい、多分めっちゃ受けます。面白すぎます。マジで全然、はい、なんもできない。全力おじさんみたいな。実際香里ちゃん、細木和子さんの娘の香里さんのところ行った時に、はいはいはい、反対されたんです。二人の関係もうやめた方がいいって言われて、別れた方がいいまで言われました。でそれを持って帰ってきて本人に伝えたんですよ、はい、別れよって。だからむちゃくちゃキレられて、頭おかしい。真に受けてる。頭おかしい。いや普通それで、いやそんな占いどうでもいいからだよ。普通はそうだね。さっきの世界何なの。意味わかんない。それが 2,3 週間前にあって。結構最近のことだよ。サイコパスとかのレベルじゃない。いやおかしいの人として。それは彼女がすごい分かってて。サイコパスですよね。おかしいじゃん。だって売れない心理で分かるんだから。やばいです。やばいです。多分兄弟喧嘩、多分絶対お兄ちゃんと悪いです。悪いです。はい、多分ね、その話でやばいやばいやん。おもろすぎるけど。まあでもめっちゃいい人なんか分かってあるけど。まあそうですね、うん、もう悪気なくやっちゃうんですよ。そうそうそう。やっちゃってるっていう。全部どうですか。サイコパスやけど大好き。おおおめでとうございます。おめでとうございます。テッチリパーすげえ。いやすごいことになったなこれ。マジでこれで本当に、まあ、ストーンホテルもやりますし、あとはガイランの方にね、今ストーンマーケットもあれも貼っときますし、はい、まあ、このブレセットも貼っとくので、ぜひ、まあ、興味ある方は買ってみてください。あとこのちょっと鬼丸さんについては、はい、また別の機会で掘り下げていこうかな。掘り下げるとこ多すぎてやばいと思うんですよ。多分本当に俺のチャンネルに結構最も向いてる人かもしれない。池田さん感じちゃいました。はい、これはちょっと感じてますね。逸材来ました。逸材っすね。多分本当に男気じゃんけんとかそういうなんか分かんないけど、海外旅行とかじゃ多分どえらいこと聞いておりますか。大好きですよね。あれには出たいから、ぜひ出てください。今もう
だってこの宝石持ってる。すごいですね本当にね。でもこうやって娘が生まれたし、すべてルチリパワーですね。はい、間違いないです。これはルチリパワーです。はい、いやもうなんか宗教のせい。いやでも本当にねすごい一日になりました。まっすぐこんな終わり方すると思ってなかったんでね。うん、まあ視聴者の皆さんもね、どれに対してコメントしたらいいか分かってなかった。最初の方の中村中のいい話全部飛んだと思う。もう申し訳ないです。本当にね、下手したらコメントが全部鬼丸一色になるかもしれない。はい、その可能性あるんですけど、まあ、いろんなコメントしてもらえたらなと思います、はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。次の回見てください。九州の人濃ゆくないですか。濃い、濃い、いやでも多分特別なんじゃないですか。2人が変わってるんじゃないですか。特別だから要は十何年前は中村俊もこんな感じだったってことですね、はい、いけいけってことですね。これぐらい。なるほど。そう、15年前はそうです。そういうことですよね。でもやっぱすごいなと思う。何も持ってないところからここまでなれるってことなんですよ。確かにね。だからチャレンジした人こそ発見抱えてても可能性があるということですよね。すげえわ。だから誰でもチャンスあるってことですね、中村俊。ですよね。もうみんな絶対あると思います。あとはもう本当行動力さえ起こせば、何か起こせば、まあ、でもかなり勉強になるヒントになるようなこと多かったけどな。ほんまにもう行ったことない土地に行ってみろって。確かに、うん、マジで、ね、人生変わると思うんでね、はい、皆さんも参考にしてください。今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に実際にストーンマーケットで石を作ってくれるサービスがあるらしいんですよ。そうなんですよ。もう自分の好きなオリジナルで自分の好きな石が作れます、で僕たち3人分作ってくれるんですよね、中村社長。もちろん今から作りますよ。すごい最強のパワーの。最初はこうやって社長がずっとやってたんですか。いやそうなんですよ。こうやってずっと作ってたんですよ。すごい。ここから始まったよ、歴史が。ここから始まってます。で石もいろんな、まあ誕生石もあれば、はい、いろんなパワーになるとかいろいろやっぱりあるじゃないですか、はい、石もこうやって同じように全部見ますけど一つってやっぱり違うんですよ。確かに。だからその中から見て自分がやっぱりビビビってくるものを全部集めて作ればもうバッチシです。てか鬼丸さんってやばいですね。バケモン気に重かった。面白かったですね。エピソードがもうやばすぎて。中村社長の動画で最後エンディング前に、はいはい、プロポーズしましたね。意味わかんないですよ。初めてですよ、俺は出会った。 俺のチャンネルで。確かに。だってあのあれですよ、3週間前に中村社長のとこ来た時に離婚したってへこんでたらしいです。そんな話してて。次の電話、次で話した時は次はね、プロポーズしたいって中村社長言ったことやばいよ。手紙ならなんかその離婚届持った状態で出会ってなんか運命の出会い書いてもらって意味わからへん。いつもとかもうわけわかんない。本当にマジでマジでやばすぎる。面白すぎましたね。まさかのでしたね。最後一番心配したのが、うん、いじられないかな今後って。これやで僕に言っちゃう。それかっこいいですね。これかっこいいです。これアマゾナイトって石です。ここで自分の中でいいなと思うやつがあればもうそれをこうどんどん作っていきます。まずヒカルさんの作ってみたらいいんですか。ヒカルさんがやりたいの。ちょっと作りましょうか。そうそう、そんな感じで。これここに置いてもらえればもうこういうブレスの形になるんで、なるほどね。全部こうやって。ああなるほどなるほど。もうここにこうやって置いていってください。トントン。なるほどなるほど。これ全部天然石ってことですか。もちろん、もちろんこれ天然以外はないです。これ楽しいですね、うん、いやこれ楽しいですよ。こうやってもう本当自分のオリジナルができるんで。これ大体1本使うといくらぐらいなんですか。これ毎日石によって全然違う。1個がある意味1万とか5万とか10万するのもあるんですよ。ある意味1個30円からあります。もうちなみに今ヒカルさん今ここから全部取ってるじゃないですか、はい、ここもいっぱいあるって言ってるじゃないですか、はい、これ一番高いのがいっぱい入ってるとこばっかり。ところがそうなんですよ。高いところなんですよこれ、うん、できました。で大体ここから1個取ってここで周り作る。ああいいね、目の前あったんでこれが全然高いのばっかりで、はい、でも本当にあえてルッチリとか多分ね、うん、なんかヤバさがあったんでこの辺とか、うん、まあこれ避けて取ったんですよね、はい、これあのでもブルー一応早いですね。すぐめちゃめちゃ悩むのに本来は、はい、ブルーだけでこう順番に5つのブルーが、あ、いい、綺麗、めっちゃいいですね、いいですね、感じで構成しました。量完璧です。ブルー好きなんで僕。いや本当にめちゃめちゃ綺麗です本当、はい、なんで、ね、先ほどのあのこれもちゃんとブルーもちゃんとこのニコちゃんの子入れてます。ブルーかっこいい。よし、よかったです。じゃ全部高いとこから、はい、ちょっと待って、これ高いし別に値段も持ってんすか。え、持っとんや。見たら、うん、グラム2000円とか。いや本当に高いですよ。これ今ここで一番高いのばっかりなんです。めっちゃ高い。これだって1粒3分3グラムとかそんぐらいしますか。2万5000円これ。え、高い。どう見ても高そうでしょこれ。でもでもいいなと思ったのよ。これ2万5000円するんですかこれ。します。
マジで全然します、本当。やばやばやばい。いや、だって高そうでしょ、もう見るからに。いや、確かに高そうだから僕も選んだんですよ、勝手に。もう目利きしたんでしょ、勝手に多分。まあ、これもグリーンファントムって言って、中にグリーンのファントムが入った水晶です。はい、もう中にもう本当水晶、名前かっこいいな、うん。いや、めちゃめちゃ綺麗なブルーばっかり集めましたね。色綺麗ですね、出しました。で、綺麗でしょ、全然違うでしょ。これめっちゃいいわ。またこっちの色ともちょっと違うでしょ。じゃあ、佐々木さんとかも選んどいていいんじゃないですか。あ、確かにそれがいいかも。でも今高いのって言ったから、ほらほらほら、こう来るじゃん。いや僕そこのさっきいいなと思ったのあったんですよ、これ。すいません。あ、いいですよ、いいですよ、これいいですよ。やっぱこうパッといいやつを選んだ方がいいですよね。そうそうそう、これたまたまこれやったこれを貴重にして、うん、なるほどね、選んだ。どんどんでも値段知らなかったんで俺これ。こうやって、まあ、うちの店でも全部できますんで、こうやって。なるほど。で今そうそう、持ってるブレスとかも切れたりなんかしても、また次でまた作り直して、また違うパワーになるのに入れ替えたりとか、またいろいろカスタマイズできます。これ社長が作ってますからね。はい、もう完璧。めちゃくちゃ貴重っすよね。完璧です。社長も最近はしてないですかね。最近全くしてないです。そうですよね。もう最強ですね。もう最強ですよ、これ。はい、はい、できました。おお、すげえ。いただいて、もうできました。早い、はい、で、これでもうここを通して結べば出来上がります。へえ、結構意外と早いんですね。確かに。おお、そんな感じ。おお、出来上がりました。わあ、すげえ、かわいいですね。めちゃくちゃピカルモデル。おお、すげえ。ブルーの、すげえ、はい、いいでしょ、これ。めっちゃいい、カラフル。これでもめちゃめちゃ綺麗、色合いが本当に綺麗、最高。もう完璧、石インフルエンサーです。あ、めっちゃいいやん、これ。石インフルエンサー、うん、完璧に綺麗でしょ。かわいい、めっちゃいいですね、これ、うん、この色がいいな。鮮やか、これもすごい、これも綺麗。これ綺麗じゃないですか。これ綺麗、これ綺麗、これね、俺のこのブラックルチュルとゴールデンルチュルのコンビなんです。そう、コンビです。このコンビどうですか。いや、やばいですね。しかも大きさもなんか似てるんで、佐々木さんとかもバラバラっすからね。確かに。これだけでかいですからね。だいぶいい。いや、こうしてるんですよ。あえてね、あえてね、全然違うっすか、武田さん。なんか下手っすか、もしかして。シーズないっすか、もしかして。これまさか、まさか困るな。いい、やっぱ俺は信者なんで、うん、黒金で。でもこういうのをなんかね、カップルとかで来たりとかで一緒に考えたりとかしながらやったりとか、そういうのもおもろいな。あ、確かに。そういうのがいいやろね。そうそう、でお互い選び合って。あと、まあお互いの誕生石をやり合ったりとか。あ、確かに、うん、そういうのすればもう完全オリジナルでできる。これ新しいスタイルです、僕の。これが派手だな。激派手。かっこいいです。でもこれ家にも飾れるのがいいんですよ。そう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 、こうかけたらできるんです、シュッて、うん、そういうのでいいっすよね、うん、ちょっとかけとくだけでも。この中で一番高いのはどれなんですか。トルマリンとスーパーセブンとさっきの濃いですね。あ、これ、これこれですね。これも高いです、トルマリン。あ、これこれも高い。いや、色もバラバラやこれ。確かに違うんですよ、いろんな色があるんですよ。ピンクもあれば黒もあれば。これグラム5000円や、これだけでしょ。高っ。高いです、これ。かっこいいな、これ多分7、8ぐらい。かっこいいですね、これ。多分5万円ぐらいになりますよ。一粒5万、一粒5万ぐらいになります。一粒、それ高いです。やば、一粒5万、一粒5万です。やばいやん。これ楽しいですね。いや、面白いでしょ、これ。あと効能とかもいろいろあるから、もう本当薬を調合するように、こう選んで足していくみたいな。これでこういう効果があるみたいな。そうそう、やっぱ面白いですよ、本当。触り心地も全然違うんですよ、物によって。ああ、なるほどね。ちょっとね、本当そう、ツルツルじゃないですよ、これ、うん。石によってやっぱりちょっといろいろと、あの、重いですね。うん、確かに。そのなんか急に石の人みたいな。ストーンマーケット次、はい、俺どういう方向に行こうかちょっと考えてるんですよ。次期社長でしょ。最高です、最高です。次の展開、最高です。2代目でしょ、ストーンマーケット。最強です、最強です、はい、中村光でしょ。あと次バンさんとバンさんと中村光です。バン中村さん、バン本当だ。でも普通になんかアクセサリーとしてもかっこいいですね、これね。ね、でなおかつ守ってもくれるし、パワーもあるし。今考えたらうちの親父もずっとつけてましたね、これ。うん、こういうやつ。確かに、これ持ってると石系持ってると多いっすよ。自分ともだって石だらけですから。まあそうなんですよ。何を言っても全部石だらけです。まあよく感じるもんな。石だらけというか、もう正直今この地球は石で全部成り立ってるんですよ。要するにもう本当金がなければまず携帯できないです。レアメタルとパラジウムがなかったらもうパソコンもないです。鉄がなければビルもないでしょ。石器時代から文明って開花したんですよ、うん、人間が石を扱うようになって文明って開花したんです、石器時代。じゃあ今は石器時代ないだろうって思うけど、今は石器時代です。ガソリンも石ですから、あれは。そうなの。そうです、まあ、石炭もそうですし、そして地球上で一番怖いも原子力、これもプラトニウム鉱石から石からできてるんですよ。地球今もう石器時代と一緒なんですよ。石がないと何もない、何もできない。確かに人間と一緒ですね、うん、石がなかったらできないですから、うん、うまい。
世の中石なんですね。鬼丸さん石硬かったっすね。石硬かった、なかなかの石の硬さでしょ。鬼丸さんちょっと待って、違う石持ってましたね。こんな感じでね、こうストーンマーケット、うん、実際にね、こうやってできたりとか、あとまあ、ね、特注、ヒカルチル、あ、それですね、ヒカルチル、もうこれ完璧ですよ、オニキストーン、ヒカルチル、これ名前ヒカルチルでいいですか。多分これ、世界中でヒカルチルでこれ多分ね、有名になると思いますよ、はい、本当に、とまあ、ましたこっちね、あとあの玉、そうですね、販売しておりますので、あとまあ、ストーンマーケット、全国90店舗あるんで、はい、まあ、近くにある方ぜひ、ぜひぜひ、お願いいたします。ありがとうございました。そうこう言ってる間に、リエさんのが出来上がりました。で最後、はい、僕の出来上がりを見て、はい、お別れしましょうか ね、 うね、皆さんと。スーパーセブンとゴールドルチューのこの組み合わせ、これもパワー、これもいいですね。快ですよ、これ本当。綺麗ですね、これなんか。これ綺麗です。綺麗、これ。めっちゃ綺麗。すごい。これめっちゃいいっすよ。黒でもまたやっぱりスーパーセブンだから、ここですか、黒もキラキラしてますから。来た、来ましたね、パワーありそうですね、これ本当かっこいい、いや、いけてますか、金とシルバーと黒、いやいいっすね、土地買えそうな気するわ、いや、買えます、間違いなく買えます、これ、あげます、本当マジっすか、はい、来ました、ヒカルさんがつけた、はい、ヒカルチル、はい、ヒカル、いや、来た、来ました、来ました、これダーンって現金ベットします、いいかもわかんないですね、完璧です、はい、バッチリです、はい、ありがとうございました、いや、ありがとうございました、今日本当長い間ありがとうございました、本当に。